これでいいのか。ちょっと待ってね。あれ、ディスコードのなんか、はい、やつを画面に出すのってどうやるんだっけ。あ、自分もセットアップできないんですよね。ディスコードストリームキットオーバーレイ。取り込みで範囲指定して、あの、なんですか、喋ってる人のとこの窓だけ出すか、あの、自分だけに見えるんでいいならオーバーレイですかね。あ、だいぶいただきありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ない。ベラベラ喋って。いや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 、いいんですよ。これ始まってんのか。喋らない配信者なんて配信者じゃないですかね。ディスコミュートしていいのか。ディスコード今ミュートしてるんだけど、始まってますか放送。左下のところの多分大丈夫だ。多分ね。オーバーレイっていうところのタブを開けば。まあ多分あの視聴者に見えない。あ、そう、あゆみんがなんかいるんですよね。あゆみんはね、補欠参加。なんか後から追加になったあゆみんさん。なるほど。あれなんか、あ、いけたわ。メンバー変わってない？メンバーは多分ちょっと変わったと思いますよ。俺も今回知り合いがさ、あゆみんしかいないんだけど。部屋というか、アマースのさ、宇宙船の中に全員集まってからじゃ説明始めますね。はい。あれ、すいません、コードって どこに貼ったって言ってましたっけ。すいません、ルーム1の雑談の待機場のところです。ああ、すいません、ありがとうございます。はい、大丈夫です。あれ、俺直前までガチで仕事したんだけど。やべえと思って。あれだな、僕が最初にやったやりかし、やりますと。はい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 。あの、なんか画面に映ってるコードってどうやったら消せますかこれ。あーと、あれ貼りだけ ?OBS だったらなんか上から画像とかかぶせてますね、自分は。あー、あ、なるほど。ちょっと待ってください。サメダリさんやっぱ和むよね。かぶせ物してくる。まあ、多分なんかこう、よほど荒れるような方はさ、お誘いしてないつもりなので大丈夫だと思うんですけれども。コメントが動いてない。あ、マジで。ほんとだ、なんか動いてないし、なんかすげえ重なって見づれえな、ね。なくてもいいか別にコメント。置くとしたらこの辺なくてもいいですかコメント別に。画面に。あとでね、YouTube で流すときに若干見づらいんだけど。白川さん聞こえますか。でもそもそもさ、この。まだ声聞いてないので大丈夫ですかね。あ、すいません、挨拶遅れました。ジョブス、白川さんと申します。すいません、なんかわけわかんないことだって、はい、コメントが。あと寺松さんか。これでいいか。大丈夫かな。マップがいらんかな。すいません、自分も挨拶遅れました。大丈夫です、声聞こえてます。寺松さん。了解です。お願いします。はい、よろしくお願いします。さっきあのポケモンの枠取られてたので、あの僕捨てられたかと思ってました。限界までポケモンやってよって思って。今日も楽しみにしてたんで、頑張ります。ありがとうございます。あ、すいません。ディスコード多分慣れてない方も多いと思うんで。あれなんですけど、説明聞くか。ボイスチャットのこのメンバーがいるところの名前を右クリックするとユーザーの音量を調整できるので、もし大きすぎるとか小さすぎるとかあったら、多分そっちで調整した方が早いんで。なるほど、お願いします。優しいな。はい。マップ欲しい。マップ欲しい。でもこれマップさ、どこでやるとか多分決まってないと思うんだよね。あ、つかやべえ。俺だってコントローラーねえんだけど。俺さ、今普通にスイッチのプロコン手に持ってたわ。皆さんもし問題ないようであれば。だって俺動けねえ、動けねえ、しまってくれ。の流れにしようかなと思います。あ、いけたわ。これグラティオスだけどいいか。い、色変えたいんですけど、ダメだな。スケルドって書いてある。あ、マジで。じゃあスケルド号か。かぶせ物してきたの。準備悪すぎて草。いや、ごめん、マジでね。了解です。マジで申し訳ないんだけど、ガチで俺さ、直前まで仕事をしてて、ガチでやばかった。問題がある方がいたら、じゃあ何か発言お願いします。コメントどうしようね、俺。この辺にボンって出していいですか。そうですかね。これでいいか。じゃあ、改めまして、本日は、ご参加いただきありがとうございます。まず注意事項を、リスナーの皆様向けに、ご連絡させていただきます。今回のアマンガスでは、〇〇さんと説明聞いてくかというあの恋の投稿っていうんですかね、は禁止したいと思います。というのも、それができてしまうと結構インポスター側に有利になりがちなので、なるほどね。まあ、ちょっと今回はそういう処置を取らせていただいております。あとビジュアルタスクは非表示にしておりますので、それだけビジュアルタスクを参考にしても白はちょっとわからないと思います。なるほどね。あと同じ部屋でずっとやってるとインポスターになる人が偏るため、まあ大体1時間ぐらいで一旦部屋を出そうかなと
色変えようつか名前変えてグラティオスで入っちゃったマジですまん準備不足で、改めて自己紹介をさせていただきます。私主催のローニンと申します。これみんな自己紹介していく感じ。ニコ生でタロット占いでたくまくしない画面少し小さくしスペース作ればやっております。じゃあ本日はよろしくお願いいたします。いい気がするわこれで。ということで上そうだな小さくするアイコンの上の方からじゃあ順番に改めてご挨拶をお願いいたします。こういうこと。あということで画面映っちゃったダメだ。どうも、はじめまして、レイズナーと申します。多分読めないと思うんですけど、まあ、レイさんとか、まあ、呼びやすいように呼んでいただいて、まあ、そうですね、ポケモンもやってますし、いろんなゲームの配信もやってますんで、この機会にぜひ。僕何番目ですか、自己紹介の順番。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、メイさん、お願いします。あ、ユミ。あ、どうも、皆さん、はじめまして、あゆみんと申します。ちょっと、アマンガースはちょっとね、あんまり、以前ちょっとコラボさせていただいたんですけど、あんまりいい思いではない結果だったんで、今回はね、楽しい思い出を作って終わりたいと思います。よろしくお願いし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 ます。じゃあ次、自分は寺松と言います。アマンガース何回かやってるんですけど、あまりうまくならなくて、いろいろなんかはちゃめちゃな行動とか取るかもしれないんですけど、精一杯頑張ろうと思います。とりあえずメモ帳用意したわ。今日はメモ帳にガンガンメモっていくぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。自分は理想と言います。普段ニコ生でポケモン配信やって、たまに RTA とかもやってます。アマングアースももう完全に初心者なんで、と同じく迷惑かけるかもしれないんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。クラリスと申します。Twitter とポケモンはメロールって名前でやってます。配信はあんまりやってないんですけど、ごく稀にツイキャスやってるので、よければ来てください。今日、楽しい思い出にしていきたいと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。こんばんは、グラと申す者です。アマンガスはそこそこやってるんですけど、あの人と通話しながらやるってことはあんまりってかほとんどやったことがなくて、いまいち立ち回りとかわからないかもしれませんが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、水葉と申します。アモンガスはまあ2週間ぐらい前に、アモンガスな、アマンガス、いまだにわかんねえ、まあ、アマングアスという感じですけど、今回ローディさんと仲がいいということでお呼ばれさせていただきました。配信はまあそれほど高頻度でやっていませんけど、たまにキャスト撮ってるぐらいです。はあ、なのでまあよろしくお願いします。ちょっとユーズベント、グラティオス通じてるかってこと、他の人の名前わかんなくね。水葉さんとかわかる。アイミンとか、アイミンとか、アマンガスはちょっとあの練習があったら何回かプレイさせていただいた程度で、ちょっとルール覚えるので精一杯だったんですが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。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 弁当戦法とか通用すんの。はじめまして、サメダレと申す者です。サメダレさん俺マジ好きなんだよな。普段は、ランクマの配信とか、よくやってます。サメダレさんの頃さ、和む感じでマジで好き。なんかここ最近ちょっとやり、俺がもし女だったらサメダレ戦みたいなのと結婚したいからな。誘っていただいてこの度参加することになりました。まあ、サメダレさんの声いいよね。すごい落ち着くよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。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 ということで、ひとしきり、自己紹介も終わったので、早速スタートということで大丈夫ですかね。大丈夫です。じゃあ、皆さんミュートお願いします。スタートします。よろしくお願いします。はい、よし始まるぜ。とりあえず今回人の足を、早速飛ばされたんだけど、嘘。すいません、ちょうど部屋が落ちました。ちょっと切られたんですけど、あ、大丈夫か。みんなでしたね。え、いや、やべ、クソ焦った。俺いきなりやらかしたかと思いました。よろしくお願いします。やべ、クソ焦ったわ、今マジで。大丈夫です。みんな同じです。みんな同じなんですね。あ、申し訳ない。びっくりした。もう一回チャットに貼りました。すいません、お願いします。ちょっと俺名前変えるわ、確かに。名前変えよう。しれっと名前変えとくべ。
やこれ俺の名前を変える時間を作ってくれたのかもしれない。これね入力するときだけはねどうしてもメンバーが映っちゃうらしいんですよね。長引いちゃったのか。なるほど。タイミング神がかってます。始まる直前だったのに。いやこれは持ってますね。いや変な汗が出たわ。あびくそ焦った。待ってこれ色変えれんじゃない今。いやいけねえ。赤開いてねえじゃん。マジかよ。色変えさせてくれねえかな。お入れたかな。はい。色変えたいんですけど。あ、10人揃いましたね。じゃあ、はい、改めまして、ちょっと待って。はい、はい、大丈夫です。なんかかぶせ物してるのがうまくかぶってなかったみたい。あ、了解です。まあ、一応10人入ってるんで、多分大丈夫だと思うんですけど、大丈夫ですよね。偽物とかいないんですよね。他の人入ってたりして。全員入ってます大丈夫そうですね。スイッチじゃない、スイッチじゃないです。はい、よし、じゃあ、改めまして。あ、これ1個だけいいですか？はい、どうぞ。GCRA さんはどなた？上半身白髪。すいません、GCRA。ああ、なるほどね。その J。天才。名前が長くて入らなくて、略称させてもらいました。天才じゃねえか、名前。生きったやつおるわと思ったら、これどういうのかな。なるほど、なるほど。いや、申し訳ないです。すみません、大丈夫です。もちろんこそ説明がしてたことも申し訳ないです。いえ、すみません。あれ、そうなんだ、俺、ディスコード。あ、これだ。これは、ディスコードのミュートとかが結構めんどくさい。ということで、トラブルに見舞われましたが、改めて再出発させていただきます。よろしくお願いします。ミュートお願いします。よろしくお願いします。はい。お願いします。ユーズベント戦法無理だろ、さすがに今回は。いや、やるか。やるか、怪しいやついたら。こいつ絶対黒だなと思ったら使うわ、俺ユーズベント戦法マジで。さあクルーメイト、さあ対戦よろしくお願いします。これクルーじゃなかなかいけないだろ。俺はいきなり暗くないか、こんなもんですか。とりあえずタスクをねやっていきましょうね。あ、カフェテリアに1個あるじゃん。言っとくけど俺強靭プレイとかないからマジで。え、行くか。どこだ。なんかいつものさ、いつものノリでやると思わないでくれ、マジで。ガチで倒しに行くから、みんな。ガンガンもう、インポスターも狩るし、俺がインポスターだったら、ちゃんと冷静に、冷血に殺しまくる。あ、なんか期待見なかったわ。期待見なかった。すいません。いや、俺はもうタスクやってねえんだけど、大丈夫かな。なんか、あゆみ、俺のこと殺そうとしてないか。あゆみんさん。一緒に行こうな、あゆみ。え、なんか消えなかった、今、一人。あやみんな俺のこと通報しようとか思わないでくれよ。ちょ。あれなんか、あ？おい、無理、無茶、無理だろ、今のはさすがに。さすがに無理があるんだろ。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。おい、おかしい、ゴリラじゃん。グラさんが上半身シラカンス、ゴリラじゃん。あ、まだ話だけ聞こう。扉が閉まってたんですよね、全体的に。あ、そうですね。で、それが開いたときに、リソさんが通りましたね、そこ、まっすぐ。で、はい、ちょっとその場所に行ってみたら、これ、下手とかなの、これ。グラさんの死体がありました。なんかすげえ。自分、グラさんとすれ違って、グラさん、自分、エレクトリカルから、右に向かったんですよ。その時グラさんまだ生きてて。これ、バレてないとかあんの、マジで。おかしくね？なのかなと思ったんですけど、どうなんですかね。これバレてないの今の。ミッションの時グラさんまだ来てました。おいおい、なんかさ、俺の行動確認とかしてるけど違くね今。今普通にアイミー殺してましたよね僕のこと。ドア通ってストレージに行った感じなのか。え？マジ？今のバレてないの？壁の扉が閉まってる時。マジかよ。こんな感じなのか。え、ちょうど自分がストレージの左上ですか？上側のドアですか？ストレージの。マジかよ。アイミー今神プレイだったのか。エレキから来る方のドアですね。ああ、通報側がインポなのか。それはあるかもね、確かに。向かうところの間ら辺の場所です。ああ、じゃあ上の方。ああ、ストレージ。サントしないとやっぱダメだな、確かに。僕、最終位置アドミンなんですけど、僕、はい、そのストレージの扉が開いてすぐアドミンに行ったんですよ。なんかみんななんか俺の行動確認とかしたけど。上半身シーラカンさんの視野狭かった。そんな狭かったかな、視野。ああ、結構それ。やべえ、これめっちゃ混ざりてえ、会話に。リアクターのあれが鳴った後、なんだっけな。誰かいないかと思ってストレージからカフェに回って大回りしたんですよ。で、誰もいなくて閉まっててボタンを押そうかなとしたところで死体が見つかったんで、はあ、おい、こんなゴリラプレイ許されていいのか。普通方が一番俺もやるぜ、これがありならユーズデント戦法。閉まってる時は
クラリスさん徹底的にやるわ、こうなったら。お前ら許さねえからな、これで、アイビン釣らなかったら。ドカンシーシーラカンさんですか一緒にいた。ローニー、一緒にいました、レイズーラン、クラリス、テラマツ、リソ、SMDR、ミズハ、上半身シーラカンさん、まだ許さねえぞ、これでアイビン釣らなかったら。僕は徹底的に行くわ。シーラカンさんがもう一回ストレージ側に来てセルフ通報したんじゃないかと思ってます、今。お、いいじゃん。いい。あ、初めにクラリスさんと一緒に。あ、どうぞ、はい。はい、私はローニーさんとロア近くで お互いタスクをこなしていました。そうですね、あのシャッターが閉まってる時はずっと一緒にいました。タスクなんかどうでもいいんだよ。閉まっていたので私とローニーさんに反抗は不可能です。あ、エミーが知り合いの、サミダレさんは知り合いですね。一緒にプールに行ったこともある。サミダレさんが右から来たんです。一緒にプールって何って感じだけど、うん、うん、だからサミダレさんと行動が知りたい。どこだっけ、あそこなんか名古屋だかどっかのプールに一緒に、名古屋だっけあれ、アシキ軍とかサントスも一緒にいたんですよ、あの時。誰がいたっけな、他に。あの時面白かったのが、サミダレさんがその泊まる代金をすごい節約したらしいですよ、ネカフェに泊まったみたいな。まあ、遠征だしねと思ったら、なんか1枚すげえ高い、なんか何万もするカード4枚ぐらい買ってたらしい、ポケモンカード。ポケモンカードに数万出して、宿泊代1500円みたいな。まあ、一旦ミュートお願いします。俺、全然。まあ、誰もアイム入れてねえんだけど、誰もアイム入れてねえ、マジで今のでマジクソがよ。まあいいや、タスクで貢献しよう。無駄死にじゃねえよ、これ。幽霊状態はね、タスクをこなせるっていうか。お前とこれ、ここだけスイッチやらせてくれ、一発でいくぜ。ほい、は、え、これでダメだろ。あ、ユーズベントがじゃあ、サミダレさんのさっきのお話の続きを聞きたいです。はいはいはい、ですね、さっきその、場所の、その O2 でタスクこなして、うん、で、メルトダウンを着て、あのウェポンからカフェ通って、そろそろカード上手くなろう、うん、上手くなりたいよ、僕は上手くなりたいんですけどね。から下に降りてったっていう感じだったかな。ノラのノリで、うんうん、みたいにチンコとかチャット書いていいんか、ダメなのかな。で、あのドアの方抜けてたところで、あのドア閉まって、それでなんていうか、あの2人ちょっと誰だったっけ確かサミダレさん、僕と、エレキぐらいまで一緒にいたと思うんですね。あとレイズナさんも後ろから来てたような。はあ、はあははあ、なるほど。あれ、あ、そうですね。てかマジであれでダメなかったですか。これアイミンとか超盛り上がってんだから悔しい。ずっと右から一緒に来たじゃないですか。あ、そうか、リソさんアイミンすげえ盛り上がって、それ悔しいな本当に。初動で、なんかうるさいとみんなの声が、クラリスさんがいて、 O2 でサミダレさんがいたんですよ。でナビにローニンさんとリソさんがいて、サミダレさんの声だけ若干ちっちゃかったんで、リソさんとローニンさんは人の音量上げるらしいんですよね。クラリスさんとリソさん、多分サミダレさんがウェルトでリアクターに行ってるんですよ。サミダレさんちょっと声ちっちゃかったよね。サミダレさんのリアクターに行くまでのアリバイは、アリバイというか証言は正しいと思います。で、可能性としてはシーラカンさんのセルフリポート、あとクラリスさん、さっきあのアドミンやることないんだね今。いたって言って誰かが一緒に証言しましたよね。誰が喋ってるかわかんない。でも一応画面に表示してない。チカチカするやつ。されてないんじゃないかな。僕アドミンの中から誰か。チカチカするやつこれ。誰が喋ってるか光ってるけど分かりづらい。クラリスさんがやって。分かりづらい。シーラさんが見つけたっていう可能性もなくはない。声の聞き分けがめで、まあ、光ってる感じをちょっと見分けてくれ。怪しいと思ったら、さっきサビダイさんカフェからストレージって行く。いや言ってない。言ってないです。言ってないです。言ってませんか。大丈夫。サビダイさんなんか知られそうになってね。カフェからアッパー。じゃあなんで右から来たんだっけ。まあこれ初心者になんでこっちから来たんですかって質問、結構折の質問ですからね。まあグレーではマジで特に理由なくそっちから行きましたみたいな。これ俺も若い、すごい気持ちがわかるわ。あとまだちょっと動向聞いてないアイミンさんとかもちょっと気になる、ね、アイミンさん喋んなかったセーフと思ってんの。自分はリソさんと一緒にいましたね、割とリアクター、はい、あ、リアクターのまずリアクターで解除して時間が170%にしてみたわ、うん、割ともう最初からいたんですけど、そこからリソさんと一緒に、で、ストレージの付近まで、ストレージの付近で壁が降りて、っていうの、そうですね。はい、アイミン説明めっちゃ分かりづらいな。で、そこからアドミン方向に向かった。アイミンなんか説明すごい分かりづらくないですか。わざとやってるのかな。あの、死体、あ、これ自分レイズなんですけど、死体見つける前誰かと一緒にいましたか。死体見つける前に喋るの下手か。たどたどしいよね、すごいなんか。本当に。ああ。
で死体見つける直前にリソさんが多分見てこのさ、ストレージをもう横に通過した。アユミンとのこのさ、なんで誰が喋ってるか正直わかんないけど、この差は一体何なんだ。シーラス参戦からしても。赤なんか消えたよね。そう一人ねバッと消えたけど、あれは多分バグかラグかなんかだと思うんだよね。じゃあミュートお願いします。はい。とりあえず墓場に入ったわ。ラグかね。説明分かりづらいというか嘘ついてるからうまく喋れないんじゃない？で嘘つくときに誰かと一緒にいたって結構モロハの剣感ない。マジな話。え、いなかったじゃんってさ言われたら終わりだよね。だこういうときは初心者になんかなすりつけたらいいんだけど。さあサミダレさんとかに一緒にいましたよねって言って強引に。え、おいおい。よしよしよし。緊急タスクはどうせできねえから。あれ、ここにあるやつ難しいやつ。あれ、これじゃないっけ？だって俺、いまだにマップがわかんねえ。あ、ここじゃん。どれだ？これか。ダウンロードですね。スイッチ版と違ってやりやすいなタスクが。一緒にいたって言ったのが相方でもそれ多分あんま良くないんだよね。あのインポスターがあって連鎖で釣られるのが一番ダメだから、そのインポスターと意見を合わせるっていうのはね多分やめた方がいい。わかんない、定石がどうかわかんないけど、個人的な考え方としてはその怪しまれたら自分もそいつを怪しむぐらいの方がいいと思います多分。はい、すみません。はい、ちょっと、はい、ちょっと状況整理というか、気になったことがあったんですけど、いつまで喋ってるか。最後、あの、シーラカンソン の, あの証言あさってるときに、リソさん、ストレージ通ったって言われまして、ね、ちょっとその辺の時系列整理したいんですけど、自分はその、浪人さんとレイズナーさんかな、と一緒にリアクター向かって、うん、まあでも結構、もうリアクター結構時間経ってて、やらもう終わっちゃってるかなと思って、自分は、会議長いよな、これ。俺、参加できたら超面白いんだろうけど、エレキで参加できねえからさ。駅で、このひたすらこのタスクやってからうちの枠にいる子供たちと話してるだけなんだけど、これ大丈夫か？俺ゲーム参加できてないないか、俺大丈夫かなこれ本当に。私ロアゲーム参加できてます？ロアのとこいたんすけど、ロアエレキあたりでいくらもう忘れられてるよ。死んだ俺のこと忘れないでもらえるか。誰さんは見てたんすけど。リソさん見てなかった気がする。いやいや、これ、ね、一応コラボ配信なんで。時系列がずれてる可能性があるんで、ね、そこは。これ本当にその時系列。パパ、リソさんは。ペリカンたちの旅行は明日なんですよ、ね。明日なんだけどさ、ちょっと今マジで。いろいろありすぎて、全然準備できてないんだわ。明日の動画もまだ編集しないし。ほら、明日朝6時出発とかなんだけど。大丈夫かこれ。中に閉じ込められて。でこれ終わる時間だって23時とかでしょ。そっから動画撮って明日の準備してどうしたらいいか。タスクがそこにあるんで俺ポケマス、やっぱポケマスはさ、隙間時間できるじゃないですか。死体発見な感じですね。だったらやっぱストレージの中でシーラカンス殺したんじゃないですかそれって。おいやどうなんだろうな。どうなんだろうな。なんかっていうのがちょっと今あゆみんさんとリソさんの動きがちょっと怪しくて。おいおい、すげえ鋭い鋭いやつ。誰だ鋭いやつ。リアクターの名前がわかんない。なんだっけ、エマージェンシー起きた時に一瞬あゆみんさんが壁に戻ったんですよ。でその後誰だ、4人でストレージからロア方向に回ってたんですけど、ローニンさんとサミタレさんとあと誰だ。おおなんかすげえ鋭いやつ。誰、私は上から回ろうとしだして、ボタン押すかどうか迷った挙句、まあ結局行くことにしました。だからあゆみん怪しいもんな。た人の中でジュソさんが後ろからついてきてたんですよ。で、あのリアクター終わった後アッパーからカフェに行って僕がボタンを押す時もずっと後ろからついてきた。そのラインちょっと怪しい気がするんですけど。あれは、え、リアクターがアッパーから帰った時ついてきた人は誰ですか？リソさんがライン繋がってるって。すげえガチ勢が多いな今日は。この間とは違うぜ。そうですよ。まあ、確かに時系列的に私とローディさんが見てもおかしくないですよね。エレキから出てくるところ。そこあれこいつは上級者なの？こいつはじゃあこの人は上級者なの？もしかして。これ混じっちゃいけなかったやつじゃない？アイミンさんを見てないわけでしょ、ローニンさん。俺普通になんか2秒ぐらいで参加しますって言っちゃったけど、これ混ざっちゃいけなかったやつってあるな。あの少ない情報からここまで整理できるもんなんだ。ちょっと確認して、まあ、この前ずっとサントス喋ってたからな。サントスでも怒ってましたマジで。そろそろブロックしてもいいかなって。アイミンか、リソさん、アイミンさんラインを僕は疑う。一応サントスさんになんかアイミンを呼んだサントスさんが悪いとは言った。何かあったら押してください。全く理解できなかった。アイミン、アイミン頑張ります。じゃあミュートお願いします。いや、アイミンを呼ぶ以上どうしてもそういうことになるの分かってるじゃないですかみたいな話をした。まあ、だけどなんかポケモン実況者人狼って言ってアイミン呼ばないとそれはそれで叩かれるからなとは言って、確かになと思ったけどね。確かにやっぱポケモン実況者やるってのはなかなかな、ミント的に厳しいのかもしんねえ、こういうゲームやんの。ガチな話。
あとあそこにさらに向こう先生とか混じったらもうそれは大変なことになるよね。向こう先生のこと殺すことできないし、ね、釣っても下手したらね住所特定されて終わりますからね。やばくないか、そう考えたらポケモン実況者人狼の難易度の高さガチでやべえ気がする。あゆみんいらないべ。いやでもあゆみんな今あってこんだけ堂々と殺して捕まってないから才能はピカイチだろ正直。あ？またやんの？ましましょう。もうよくねえか会議。まだやんの？ちょっと待って。ユーズベントしますか？あとあゆみんさん、リソさんのラインに関して反論したかったので、はい、説明しました。はい、了解で、はい、リソさんとあゆみんさんが一緒に行動していることをお互いしか言ってないから、うん、ラインだっていうふうにおっしゃってる方が多かったんですけど、あの少なくともストレージ付近に結構人が密集してたわけですよね。さっきの状況が、うん、はい、なるほど。だったらもしアイミンさんとリソさんが別々の行動をしていた場合、例えばリソさん一人いるの見たとかアイミンさん違うところにいたのを見たっていうふうに証言されちゃったら、そのラインってもうすぐ破綻したじゃないですか。確かに。でそう考えるとアイミンさんとリソさんがこのクソ序盤でその破綻しやすいラインっていうのは繋がないと思うんですよ。だからアイミンさんと正体にはともかく多分2人一緒に行ったことは多分間違いないんですよ。まあ、はい、それはなるほど。だとは思います。自分の行動なので確かに。話したがり多い。アイビン全然話しないけど大丈夫かな。アイビンさんはリソさんと一緒にいたんですか、はい、ずっと。ずっとじゃないですか。っていうか、その見たっていう感じですね。見た。多分ね、アイビンそこまで考えてないと思うよ、俺も。最終合流。とりあえずなんか近くにいたなみたいな。エレキレン、そう見ました自分は、はい、アイビンさんを。あー。と考えると、こんなあれなんか話すもんなら、アモングアスって。え、これ普通にやって適当に殺してさ、あいつが殺しましたっていうゲームじゃないのか。っていう可能性もあるっていうことですかね。で、合ってますか？いや、それはおかしくないですか？それって。時系列がおかしいですね、それだって。時系列とかの話したらわかんないですよ。時系列つけとくか、今何時や？ 20 時54分。20時54分。これ時系列書いとくわ。消費すぎなんで、そうっすね。あゆみん、理想ライン。感じでいいと思う。に対する反論。割となんかみんな記憶も曖昧になってきたから議論がもうさすがにゴリラすぎって言うけど俺別に今日何もしてねえんだけど正直ゴリラもクソもなくねえかマジな話今日何もしてねえぞ今3回使いました。それに反論するわゴリラに対して俺今日何もしてねえんだけどただ歩いてたら殺されたみたいな通り魔的にあと6回ですかじゃあ、まあ、まだ犠牲者1ですし時系列とかいう概念初見さんなんだからねここはでも一戦でこの時間かかるとやばいな、まあ、この人を釣るっていうのは多分確定は今日じゃなくて前のやつか前のやつでも僕普通にやって1戦目とかいいプレイしてましたよ、まあまあ、この1戦目の MVP はグラだなって盛り上がってましたからねうちの枠だけまあそれぐらいとどめておくのがぐらい早見は初手グラがありやうんあと1個思ったのがちょっとレイザーさんって白い位置かなと思っててさっきボタンを押したじゃないですか、はい、時間経ってました、ねはい、リアクターの、はい、あーなんだっけサボタージュが行われてたからちょっと時間経ってたんですよこれアーカイブ YouTube に上げるボタンを押すと、ね、もし彼がインポスターだった場合ってせっかくのキルクールタイムを無駄にしちゃってるんですよ、うん、ああその視点は確かにいいな僕はレイザーさんっていうのはあんまり黒く見えないかなと今話してみたら上級者には通用するけど例えばこれ僕とかエイミンさんとかサメダレさんみたいな初心者勢は多分そんな全然考えないから深読みになりますねそれガチな話あいやガチな話で深読みになるわカードスラッシュですね絶対なんかそのクールタイムがとか言ってもえってなるよね多分インポスター側だとしてもなんかあそうだったんだみたいなじゃあミュートお願いします深読みになるぜ多分やめた方がいいわマジであれ止まったあちょっと待ってなんかおかしくなった画面があ直ったわ治ったけど待って米ビューが消えたあ、いけた治ったごめん治りました米ビューがどっか行ったと思ったけど治ったわあ？あゆみに高度な会議は早いいやいやいやもう会議ないだろうなちょっと待って俺これこんなにガンガン会議されたらちょっと疲れちゃうんですけどこの下かごめんちょっと今ね画面を確認しててあんまタスクができなかった俺ができることはタスクだけこれがさスイッチ版だとマジで難しいんだよなだけどパソコン版だとイージーなゲームなんですよローワーエンジン容疑者出せなかったでもあんだけボタンも使って怪しいやつ全然絞れてないってちょっとあれだよねいやこのなんかプレイヤーが悪いって言ってるんじゃなくてちょっときついよねあれ赤死んでるはいはいはい、はい、大王に来ました。どこっすか？はい、寺松がカフェテリアの、
もうボタン押すところのところでクラリスさんが亡くなって、ゴリラいるぞ相手のチーム。あカフェテリア。ちょっとあの状況整理の前に僕隠しろもらえますか。さっき白出された人間が死んでるんで。ああなるほど。関係なくないですか。いやそれ分からない。その人。アマンガってそれ狙えないですかね、人狼と違って。うん、そうかな、まあ、まあ、ないですけど。これ死人同士で話せるの、話せますよ、だから会話できるわ。クラリスさん殺すってできるもん、そんななんか上手い人は。クラリスさんでも今は多分こっちの部屋に入ってるんじゃないかな。やります。クラリスさんってちなみに何者ですか。まあ一応ポケモン実況者。こういう名分もあるっていうことを。話すの初めてだから緊張しちゃうな。隅に入れておいてほしいんですけど。あとクラリスさんのなんか好きなポケモンとかの話するか。あ、そうですね。一応セルフの可能性もなくはないので。はい、知らない。いや誰か知らないか。会議が終わった後にまずアドミンにチャットで挨拶しろ。なんかミッションがあったんでアップロードのそれやろうって。でもこれさ、俺のなんか知ったチンコとか、あ、大事、なんか流れてるっぽいわ。発動したんですけど、アップロードが中途半端だったからまだ。なんか他に行く気だろう。なんでこのチャット使うみたいな。ずっとアップロード続けてて、で緊急発生終わったしアップロードも終わったし。アイミンイラついてそう。アイミンとか多分このねクソ会議連打イラついてると思うよ。その辺僕とアイミン若干なんか近いもの感じるもん。なるほど。グラリス？ディスコードにクラリスさんがいないやけど。ああ、部屋が違うからね。部屋が違うからです。で多分この会議中はこの死人もこの部屋入っていいんだけどミュートにして、会議じゃ会議聞けないし、僕もそれを把握してないっぽいわ。カフェのどこら辺ですか？どこら辺かがすごく大事なの。ナイさんまだちょっとちっちゃいかな。本当にボタンを押すと。ナイさんの今音量 170% とかにしたんだけど、今 200% にしたわ。カフェを通った人いないんです。このゲーム冷静に話すゲームなのか、俺もそれにビビってる。あの時間がすごく短かったんですよ、今回あの死体が発見されるまでの。確かで私はベッドベイでスキャンをしてた時にリソさんが近くにいたのは見たんですけど、はい、リソさんはそこからどう動きましたか。そこから自分左行って、あ、これは浪人さんが絶対証言してくれるんですけど、浪人さんと僕で、あのリアクター直しました。となると、うん、私浪人さんリソさんは無理だったっていうことは、あ、あとシーラカンスさんも早い段階で来てたかな。アイミン切れてるな。アイミン声でかい。確かにちょっと下げるか、アイミンの声。はいはいはい、アイミンうるせんだ。ちょっと静かにしてくれ。アイミン、俺はアイミンも 200% になってた。ごめん、アイミン 200% になってた。なんだアイミン 200% になったんだ。こいつボソボソ喋るから下げる上げるかとか言ったのか。アッパーエンジンで。そういうこと。じゃないですかね、僕の黒。アイミン下げたわ。200%になった。最終アッパーエンジンです。アイミン 100% でいいだろ。ちょっと誰かにボタン使ってほしい。あ、まあまあ。これだと。ボタン使わなくていいぞ。みんなあれやろうよ、タスク。タスクやろうよ、みんな。ボタン使わなくていいって。何も見なかったんですよ。カフェから通って。200%の男、アイミン。いや、もうボタン使わなくていいぞ。もう時間ねえじゃん。クラリスさんと話しに行くか。お疲れ様です。あ、どうもお疲れ様です。一瞬で殺されたんで全然ゲームに参加できてないんですけど。あ、誰に殺されました？最初に殺せると思ってなかったな。若干ラグがあるかも。すみません、誰に殺されました？僕ですか？僕、あれ、はい、アイミンさんに殺されましたね。あ、そうなんですね。僕アイミンに殺されたんですけど、周りに絶対人がたくさんいたんで、はいはい、これ絶対一瞬でバレるだろうと思ったら誰も見てないっていう。絶対嘘でしょ。あれなんで誰も見てないんだろう。僕のこともカフェテリアの真ん中で殺してるから絶対誰か気づくなと思ったら、そうですよね。なんかまだ生きてるから、なんでだ。ちょっと会話聞きに行ってきます。あ、行ってらっしゃい。に僕とあの水色レイズナと青の寺本さんがそうですね、いたんですよ。いましたね、会議長引くね。僕あのでもね、多分ねこれこういうゲームなんだ。違う、俺がやったゲームが多分違ったんだわ。多分こういうゲームなんだと思うんですよね。うん、だからその後にあのやられたんじゃないかなって。ああ、じゃあでもすごい短い、無理してないじゃん。あれってめちゃくちゃ一瞬だったじゃないですか。そうよ、短すぎませんか。だからちょっとサビ誰さんが殺してですぐに、だからレベルが高すぎてついていけない。確かに。ごめんなさい、通報したの誰でしたっけ。あ、はい、寺松さんです。じゃあ寺松さんが殺して即セルフか、まあそれもあり得る。神だれさんが最初殺して、まゆみんさん視点から見るとやっぱそうなりますよね。まゆみんさん視点からとかいらねえから、こいつが悪いぞ。そうそうですね。
まあ自分視点3人だと、うん、サントスがテキパキ指揮したかスムーズだったかそういう役も必要なんだ。もう今回も結構そういう人いるけどね。でも今回サントスが1人じゃねえんだ。サントスが5人いる今回。時間があんだけ。サントスが5人いるから。で自衛通報したいもん。やっぱ普段のガイジアスがね、ガイジアス、ふざけんな、あれもさ、まともなゲームの遊び方だろ。今、その、インポ2人だよな、そうですよ。あ、自分のレイズナと、寺松さんと、サミダレさんと、アイミンさんの4人。サントスさん5人いたら、もう逆にいいだろうな、面白いと思う。で、誰か1人つこれネットの世界だから、サントスキッズってなるけど、マジリアルの社会でさ、アイミンかサントスかどっちかと話せって言われたらね、多分実際にその会話した後に選ぶんだったら、多分100人が100人サントスさんにつくと思いますけどね。ネットの世界だからこういうことになってるけど、リアルに顔を合わせてどっちかってなったら、まあみんなサントスさんの意味だろう。サントスは俺一人でいい。やっぱりロア近くで見てないとかおかしいって、エレキから。今日はサントス同士が戦ってるからゴリラにはきつい。私とローリーさんがロア近くにいたから、見てないとおかしいですよ。うん、旅だれさんを。あ、それ時系列かしくなかった。時系列とか言われて分かんなくなっちゃうんだけど、時系列。一回目の話。だから時系列、時系列ってねっていうけど、みんなちゃんと把握してんのマジで。どう、なんかやばくないかマジで。何、21時何分、誰でここを通ったとか把握してんのいちいち。え、僕がせいぜい言えんのってさ、そのアッパーエイジン通ってセキュリティ行きましたとか、その程度しか言えないんですけど。でもエレキです。これダメってことでしょ。だからそこまで言えなきゃ。グラさん21時2分どこにいましたって言われて、いや、とかなったらさ、あ、こいつダメだわってなって釣られるでしょ。マジでやばくね、それ。時系列とかいうのは、時系列ってワード NG にしないか。マジでやばい気がするわ、それ。さっと出てこねえだろ。時系列 NG ワードにしないかな。言わない方がインポの時はいいでしょう。まあね。サントスとサントスローラシオ。強靭や、いや、強靭とかじゃないから、マジで。タスクやるか。全然やばいです。全然釣れなそうですね。全然やばいですね。全然ダメ。やばい。そんなになんかうまかったのか、あいつ。逆になんか堂々としすぎてバレてないのか。ああ、それはあるかもしれない。あとなんかあんま余計なこと言ってないですよね、あゆみさん。会議で。そうですよね。静かだから疑われる要素がないから。逃げてるな。いやー、ちょっと強いな。いやね、これお化けだとタスクしかやることがないから。速攻で殺されると本当に辛いものがありますね。ありますね。いや、何話そうかなとか、どんな推理材料で。あ、またえ、めっちゃ死んでる。ちょっと聞いてきます。え、めっちゃ死んでんだけど。これさすが消されてますね。さっき状況としてはリアクター終わった、さすがにもうやばくないか。僕アッパーからカフェ行って、え、これ釣れなかったらマジで終わる、終わるくない？釣れなかった人間誰だ？みたいな気がしたんで。これもうまずくね？ここで2、3に残ってるとやばいじゃん。6分の2ということは3分の1ですよ、3分の1。まず死んだ場所は、ストレージの手前側の、まあドア付近ですね。エレクトリカル側のドア付近の廊下で亡くなってました、水原さんが。はははは。で、僕、それちょうど僕も見つけたんですよ。はは。ああ、僕、寺松さんとレイズナーさんは一緒に行動して、誰が喋ってるか全然わかんない。いや、違います。寺松さんは僕ずっとよ、ずっとじゃないけど、そう、一緒にいたんで、自分が話すとき、グラです、言ってから話すか。グラと申し訳ないです、言ってから話さないか。マジで誰が話してるかわかんなくなりそう。ストレージから、エレキに入ろうとしたところで、リポート光ったんですよ。フィックスライトの電源。ああ、同時通報みたいな。ほぼ同時だった。同時通報。いや、僕が通報できたもんだと思って、ペラペラしゃべってました。申し訳ない。どうだろう。じゃあ別に同じ映画殺したの見てないみたいな。そうですね。見てないです。あいみあんま話さないがあるな。これ、インポンの時ベラベラ喋ってるとね、矛盾とかが出て突っ込まれたりするから。アッパーからカフェ行ってウェポンを回って、
ストレージに着いたところであれだね、停電したんでノラでやるときはやっぱインポンとかベラベラ喋りまぐってどんどん敵を消していった方がいいけど、皆さんオレンジの死体があったって感じですね。実際になんかプロとやるときはあんま喋んない方が杖っぽいな、インポは。僕はもっと聞かれたことに答えるぐらいでいい気がするわ。アイミンさん釣りでいいと思うんですよ。ああ僕もとりあえず順番に釣って形でいいような。おアイミン釣りとか、アイミンさん釣った後どうするんですかこれって。おなんかアイミン釣りの方向行ってるけど、タスク今どれぐらいですか。いやいやいや、まだ結構アイミンもう話す話そらすな。アイミンまずアイミン釣ろうよ。3個ぐらい割と全然なんか僕に会議だらけに進まなかった。アイミンやっぱちょっとこれイラッとしてそうだ。かなりきつい。めちゃめちゃ残ってるから。ローラーってサミナレアイミンで終わりなんです。なんかもう2人ぐらいいませんでした。怪しい、レイさんも怪しいので。そう怪しいですね。僕が何かあったら釣ってくださいっていう状態なんですけど、うん今んとこん。あれもう1人いたかったっけ。誰だっけもう1人。あとサミダレさんですか。あサミダレさんか。そうサミダレさん釣って。でも死んでるから、ね、でさあ次どうするかってところで釣ったのか。サミダレさん釣ったの。俺釣られたのか。俺死んでる。殺されたもんかと思ってたわ、まあ、寺松さん全然話聞いてなかった。本当ごめんなさい皆さん。ローニンさん、レーザーさん、リソさん、テラマツさん、上半身、シーラカンス、アイミン、ほんとすいませんでした。話聞いてませんでした。どの段階の話ですか。アイミンも言ってきたけど、やついてたよ。まあ、会議多すぎるからな。会議めちゃくちゃ多いわ。めちゃくちゃや。まずアイミン釣ろうぜ。もうドロッと。お、いいね。これでもサミダレさん釣ってて確定になったら、勝ちじゃん。どうなんだ。勝ちになりましたかこれで。え、お疲れ様でした。お疲れ様です。あゆみんさんの言われを聞かせてみましょう。最初から黒いって言って。やばかった。いやでもここ釣らなかったらマジでやばかったんで。なんか急に来てるような気がしかしなかったな、ね、ここでちゃんと釣ったのはすごいいいですね。強引にでも持ってきました、ね、レイズナーさんが。そうですね、とりあえず釣らなきゃみたいな感じで持ってったんで、うん、まあ、正解でした、ね、この人こういうところが強いんですよね。なんか持っていく力があるから。だからオオカミだった時怖いんですけど、もうインポの時にベラベラやられて結構やばいですね。確かになんかインポスターでちょっとおとなしくしている感がのがいいのかなと思ったんですけど、言いくるめられるその話術があるんだったらかなり強いっすよね。全然タスク終わってないし。違うかったのは割と意外でした。すみませんでした、うん、まあアユビさんサビダレさんのどっちかとは思ってはいましたけど、うん、あまさかね。まあまあもうこれもう癖に釣られるゲームですからね。あ残り1人誰なんですか。アユビさんがやってきたから、まあ、聞かない方がいいかと。お疲れ様です。お疲れ様です。あお疲れ様。いや今重ねて殺したやついたでしょ今。キルだ。すごいな。マジか。強っ。今の現場僕いなかったんで僕は白だと思ってもらいます。今よく殺したなでも。ああそうです。後からでもここでここでやれば勝てるって確信があったのかな。うん、あの俺が最後についた段階で死体ありましたよ。そう、あの僕と寺松さんがあの大津の上でやってたんですよね。でもこれ強いよねできる人。でそこに実際わかんでも重なったら。犯人の可能性があるのは僕とリソさんの2択なんです。そうですね。あ、じゃあもうレイズナーさんだ。俺視点からしたらもうレイズナーさんが。僕も今までの流れもありますし、レイさんに入れたいなって思ってます。なんか知んないけど勝ちそう。まあいかんなかん。いや勝ちそうだなんか知んないけど。いやー、はい、ああびっくりした。いや待てよでも。そう、あの僕のその最初のボタンとクラリスさんからの白証言を思い出してほしいんですけど、あの何ですかリアクターのキルクルタイム云々の話とか、最初に僕があゆみんさんリソナンライン疑ったじゃない。でもそれって結局まだ疑いの段階じゃないですか。結局リソナさんにも隠しろが来てないし、最初に犯人なのにそれする必要ありますかってところはあります。最初から狼だったら水色会やりたい。確かに、ね、まあ、そういうのもあるかも。サントスをまず殺すみたいな。外すためっていうのもあるとは一応思ってて、ローラーに持ち込まれる可能性あるじゃないですか。で、あの今あの4人でゲームが終わってないってことは犯人を1人連れてるんですよ。うん、そういうことですね。サミダレさん、アユミンさんを釣ったじゃないですか。はい。
で、どっちも釣りたいって、僕も候補に入れながら釣りたいって言ったの僕なんですよ。部屋の頭脳が潰した方がいい。まあそうだね。水色強いよね、確かに。そう、犯人だったら僕、入れないじゃないですか、自分を。でもこれ水色を殺そうとしたらバレそうじゃない、なんか。レイズナーさん。優先順位最後に持ってって。まあそうなんですよね。そう、それもちょっと気になるところで。僕2番目でいいって言いましたよ。グラが一番ヌーブの、まあ。いや、俺じゃないだろ、一番のヌーブ。誰だ、一番ヌーブ。俺か俺か、一番のヌーブ。ヌーブって初心者って意味らしいですよ。前ね、外人に煽られたんですよ、ユーヌーブみたいな。で、ヌーブってどういう意味ですかって聞いたら、初心者って意味だよってリスナーに教えてもらいましたね。あの外人ふざけやがってよ。いやでもあの状況でローラーっていうのはもう、アイミのサムネグラばっかマジで。俺サムネ作ろうと思ったのに。自分はとりあえずレイザーさんに時間がなさすぎて作れなかった。いや、ここね、マジで。最悪ね、ここ引き分けでもいいですよ。あのリソさんと僕に入れて、誰か一人死んだ後に、あの最初シラさんどっち入れました？それでもいいですよ。これは、ね、レイズナーさん入れましたよ。いや、それを僕が言い始めるっておかしいでしょ。ここで釣ったら勝ちなんだから。ちょっと待って。いやいや、ね、外人はヌーブか、イージーゲーム3個しか追ってくる。そうなの、バッドゲームじゃないの。だからシラさん入れて、ここで引き分けたらどうなんだ。え、ここで引き分けて結構やばくないでも。ここ流してたらどうなんですか。ここ一応もうワンチャンあるで、ね、あるんですよ、あるんですよ。あるけどこれも釣った方がいいでしょ。いやこれも釣った方がいいと思うな、俺勝負かけて。負けです。ここで引き分けはなくね、マジな話。やられるぜ。キルクール開けた瞬間に負けです。ああ、ここ絶対釣った方がいいもんな。これで負けたら仕方ないよ。お願いします。これで負けたら仕方ないし、マジで。勝ったろ、これ正直。勝ち申した。あれ？え？あれ俺勝ったと思ったんですけど、勝ったと思ったら勝ってなかった。全然まだまだ分からなくなっちゃいました。ちなみに どっちなんですかね、サミダレさんかアイミンさん。分かんない、自分。アイミンさんですよ、アイミンさん。アイミンさん。やっぱり、やっぱり。グラさん、アイミンさん。僕、アイミンさんに殺されたんですけど、すげえ周りに人がいるのに堂々と殺されましたね。だから俺一瞬でアイミン死んだなと思った。負けたし。ほらー終わりは、うまかった。いやー、すげー、やられた。アイミンさん、リソさん、2人も残ってたんだ、後半まで。いや、アイミンさん、アイミンさん、殺すの上手すぎないですか。いや、アイミンさん、堂々と殺してたけど。でもやっぱ、口数とかもあるし、人読みしないってことですよ。いや、それは、いや、そうじゃないですけど。最初の理解絶対俺、アイミさんこれバレてるやろって思いながら、大丈夫かって思いながら議論参加したんですけど、全然バレてねえってなって。ああ、そうそう、初手マジで、あれなんでこうアイミに釣られてねえのって、僕すごい不思議でしたからね、初手。マジでもう、サミダレさんが死体スルーしてくれたんだよな。え、スルーしてたの僕。終わったと思ったから。そういうのは、死体スルーしてなかったらおかしい。そう、だからすげえ人が周りにいたから。引き分けに伝えばればまだワンチャンあったんですよ。だって白が3人じゃないですか。うわ、悔しい。最後全然論理的に話してなかったんでやべえなって思ったんですけど。いやー、論理様ね。サミダレさん下にすごい凍ってますよね。いやー、そうですよね。じゃあ、どう凍ってて気づかなかったんですね。え、グラさん殺害したのはエミンさんなんですか。僕っすよ。いやもう最初全部僕はエミンさん上半身に見られたと思った。あー、普通に全然人いましたからね。嬉しいでしょ。多分俺の画面上全然映ってなかったっすよ。マジか、あ、そうか、最初でもアイミンさんとリソさんのラインが疑われてたのもあるし、そこやべえなって思ってます、その時に。すごい、最初から当たってたんです。うん、もうてか自分が最初容疑者に入ったら完全にもう意図しないところで左行っとけば後ろになったからやべえなって思った。でも時系列はおかしくなかったんですね。じゃあサビダイさんが死体発見してなかったから狂っただけで全てが。あ、そうですね。そういうことか。そう、まあまあ結構でも見落とすから仕方ないっすよね。そりゃそりゃ釣りますよ、ごめんなさい。そういうのがあるから面白い気もしますね。まあまあそうですね。うん、あと1名だけ。最初から強気に行き過ぎましたね。気をつけないと。あ、来ました。うん、あ、白川さん来ました、ね。すいません。あの、議論の時間ってもうちょっと短くならないですか。あ、民法側というよりは、会心的にちょっと長い。ああ、長い。確かに。死んだ後から誰か亡くなるまで時間かかりまくってた。確かに。じゃあ60にしますね。75から60に。両かな。うん。はい。僕はそっちの方が助かります。了解です。グラさんだいぶ序盤から僕何もやることなかったんですよ、本当に。しんどそうだったよな。聞いてるだけだったもんね。よし、じゃあ、第2回戦いきましょう。
はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、お願いします。いや、あゆみマジでグッドすぎるこれが GJ ってやつだな、グッチョベ。アイミの発言、アルミ、アイミに発言されたらもうそれは逆らえませんからね。アイミようやった、アイミよくやった今のマジで。アイミはマジよくやった。どうしようかな、アイミ、アイミ俺またアイミに殺されたらどうしよう。アイミ一緒に行こうぜ。また殺す気だろこいつ、やめとこやっぱ。なんかアイミ黒く見えてきたわ。これ僕タスクどこですか。これ3人でやっぱ行動するのが強いんだろうな。でも停電してますからね今。まあ、停電誰か直してくれんだろう。うい、別に緊急タスク行きますよ、みんな、皆さん行きますよ。ローニーさん、ローニーさんなんか多分熟練だからな、そう簡単にこんなわけのわかんないところ殺したりしないでしょ。あ、早はい、早いですね、早いですね、早いですね。じゃあ、はい、状況をお願いします。お願いします、ちょっと待って、場所の名前が、あ、すいません、ウェポン室で、クラリスさん、椅子の付近ですね、で死体を見かけました。上半身ジラカンスです。ウェポン右上ですね、はい、ウェポン右上ですね。でナビに、ナビでタスクこなしてて、その後、あれが鳴ったんで上使っていこうとしたら、見っけたって感じですね。で途中上から降りてくる寺松さんを確認してます、うん、なるほど、なるほど。じゃあ寺松さんの行動をお聞きしてもよろしいでしょうか。自分はまあそうですね、上の方でミッションがあったんでカフェテリアとかウェポンとかでミッションしつつ、でまあ緊急のやつが鳴ったんで向かおうかなって思って下からシールズの方向かっていきました。寺松さんはクラリスさん見なかったんですか。見てないですね。でもこのルートだとカフェ、ウェポンからもう右行った感じですよね。つまりすぐナビに行ったって感じですか。ナビ、あ、でも白川さん上から来るの見たんですよね、ウェポンの。もう上から来るのは見ていますね。シールドまでじゃあたどり着いてないってことですか。あ、そうですね、多分白川さんとすれ違ったぐらい、ナビゲーションのあたりすれ違ってます多分。じゃあウェポンに寺松さんとその死体いたわけですよね。まあ、上半身のセルフ通報の可能性。あ、まあ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 、それはそうです。なんか他に右側行った人っていないんですか。もうその3人だけなんですかね。多分だけだと思いますね。ストレージでかなり固まってましたね。あ、ストレージ多かったですね。左に全員で行こうとしてたから。そうです、だから多分その3人だけかな。テテラマツさんはなんでウェポンからシールズに行こうとするんですか。リアクターのまあ、ミッションがあったのに、どういう経路でリアクターまで向かおうとした。まあなんか下から通っていこうかなみたいな感じで、下にもミッションがあったんで、その時にまあなってったからそのままのルートで行っちゃおうって感じで。あ、じゃあもうリアクターのあれは無視しようってこと。普通に、まあね、おまけ程度に行けたらいいかなぐらいな。おまけで行ったらでも負けちゃいますね、まあ、まあでもいやでもリアクターって距離があるから、ナビゲーションあたりからはまあ誰かに任す気持ちもわからんではないですけど、わからんではない。ちょっとそれで釣るのは厳しいかな、はい。まあ、いやでもそれを一応なんですけど、あ、すいません、一応なんですけど、俺がナビに向かう途中ウェポン付近で、クラリスさん俺が追い抜いてますね。とりあえずやばいんでスキップ入れときます。スキップしましょうか。まあ怪しいぐらいで止めておくとして、じゃあ一旦ミュートお願いします。いやリアクター行かなかったから釣るはなくね、さすがに無理があるし、俺も多分行かねえもん、そこにいたら。ちょっと無理があるでしょ。いや、今の場合は確かになんか、完全にしろとは言えないけど、それだけにするのは無理があると思った、今のは。いや、わかんねえ。でも、これどうなの、立ち回り的にどうなのかなんとも言えないけど、僕はそう思いましたね。え？会議か、これ、また。はい、はい、いろんな会議が来ました。これは議論の続きです。議論の続きとして、あ、そうですね、落ちました。これローラーじゃダメなんですか、寺松さんって。いや、いい、まあ、それはありだと思います。いいかなって思ってるんですよ、ね。あ、それは僕も。寺松さんとシーラカンさんの2人ですよね、候補は。そう、まあ、そう、ね、そう。めちゃくちゃ隙をついて、上ポンに2人、ね、クラリスさんと誰も見られず、弁当とかってないですよ。入って殺すみたいな。
ああ、ちょっとだったらこの2人しかいないから、ローラーするんですよ、ね。まあ、ローラーはありだと思います。で、ローラーするんだったら、まあ、この段階でセルフリポートは、ちょっと、なかなかないんで、多分出さそうだとは思うんで、でね、やるとしたら、テラマツ・シーラカンスさんですね。はい、ちなみにちょっと、シーラカンスさん。ちょい確認したいんですけど、あいみんさんって最初、どういうルート通りました？いや、聞いてなかったっ。僕はメッドベイでタスクをやって、リアクターの、はい、あの緊急のやつを直して、はい、直そうとしたら通報なん、まあ、誰も見てないですけど、逆に誰も見てないから、はい、まあそうです、ね、あ、一応僕最初はメッドベイ方面向かったんですけど、その時にアイミンさんがそっち方向に歩いていったのは見ました。ああ、その後僕はそっちが行かずに、またアイミンに殺されたら嫌だなと思って行かずにストレージの方に向かったんで、その後の動きは分かんないですけど、最初にそっち行ったのは本当だと思います。まあ時間がだから、タイミング的に間に合わなそうですね。だから、うん、まあだから寺松さんとやっぱシーラカンスさんのこの2人の、まあ、順番でローラーでいいかなっていう気がしますね。いいと思います。私もローラー、はい、寺松さんから行きたいです。僕、うん、僕も寺松さんから行きたいと思います。寺松さんから行きたいと思います。寺松さん、何か喋ることはありますか？ローラーした方がいいと思います。候補が2人なんです。まあ、しゃあないかなって。これはもうしゃあないかな。これはね、ローラーが確かに一番安全だ。絶対両方ってことはないだろうけど、どっちかはそうだろう。釣ってほしいですね、めちゃくちゃ。では良い宇宙へのお旅を。行ってきます。じゃあ失礼だ。じゃあリトお願いします。はい、これであれか、ボタン押せばいいのか。押したくねえな。俺もっといいタイミングで押してんだけど。あゆみ、言いたいことわかるけど、もっと柔らかく言ってくれ。あゆみ、確かにちょっと怖いよね、言い方が。いやいや、お前がなんかこう言ったじゃんみたいな感じで、あゆみの言い方は。だから言いたいことはわかる、確かに。はい、どうしましたか。あ、はいはいはい。まあ、ここはローラーは徹底した方がいいかなとは。まあ、あ、そうか。まあ、まあまあ、ここで、サボタージュされなかったんで、若干白寄りとは思いますけど、でも徹底した方がいいと思う。まあ、はい、そうですね。そうですね。じゃあ、シラカンスさんかな。まあ、白かなとは思いつつも、すいません、まあまあ、白だと私も思うんですけど、タイムが長いな。セルフリポートあそこでする理由はあんまりないとは思ってるんで、確かに。あ、一応、さっきのグラさんの発言なんですけど、ストレージ側からのリアクター向かってたのは僕も一緒にいたので、あれは、本当のことです。ああ、そうですね。はい、はい、あ、ちなみにその浪人さんのギリギリ後ろを自分は追いかけてました。私も浪人さん、レイズナース、浪人さんが行って、まあミッションクリアしてレイズナーさんと、うん、なんかストレージで見たような気がします。うん、めちゃくちゃ溜まってましたね。僕もリサさんのケツを追っかけながら、水田さんが後ろでストレージにいたのを見てるんで、そこは間違いないかな。まあ、だから時間的にまあできるのが一人だけということで。うん、何かシーラカンスさんお話はございますでしょうか。一人だけというか二人だけということで。そうですね。遺言言おうかなと思ったらもう全員もう終わってましたね。終わってた。自分に投票したんですけど。完璧な試合じゃないと遺言すら許されないんですけど。じゃあ見爆速だった今投票のスピードが。まあこれで一人は絶対連れてるから、まあまあね。あと一緒に行くかこれ。あ、ここいっぱいいるからちょっと安心だわ。レイズナーさんと誰がいたな。青。あと色変わったの確か俺しれっと色変えたんだけどダメだったのもしかして。色変えるのって基本なしなんですかもしかしてこのゲーム。俺そこのルールあんま分かってないから、一番好きな色で行こうと思ってやっちゃいましたけど、ダメだった感じが。これいいな、レイズナー浪人と一緒に行こう。こんなんもなかったわ。なでもこれで俺のアリバイ証明してくれてるだろうから、わやみんこっち来んな、もう俺のこと殺そうとしてんだろこいつ。これなんか停電ですか、これは停電直すか。一人いたな、うん、オレンジがいた。まあ、ついでにタスクやっておきましょうね。え、誰か死んでたりします。はいはい、特に誰も死んでない。はい、ああ、よかったよかった。すいません、ちょっと呼びました。なんか電気消えてからだとなんか誰か殺されてるかなって思って。ああ、なるほどなるほど、生存確認、まあ、なんとか無事で皆さん。はい、結構固まってましたよね。結構固まってましたね。ちょっと全員どれ、うん、誰がどこ行ったかまで分かんないですけど、うん、あんまりまあ今のところそんなに怪しい動きもないかなっていう、うん、はい、うん、特に大丈夫か。なのでタスク進める方向で良さそうですね。一人連れてる前提で
ああ、1人は連れてるでいいと思うんで、いいと思いますね。かなり有利だし、うん、かな。じゃあスキップでいいですかね。はい、とりあえずは。はい、スキップと見せかけてアイミン入れたらどうなるのかな。あ、ミュートミュート。誰だアイミン入れたやつ、多分スキップの流れだったろ。どうなんだこれ。やめとけ、やめといた方がいいのこれ。確かにこれアイミン2票とか入ったら何事ってなるもんね。アイミンこっちついてくんね。あ、でもいいや、いるからいいや。ほら、俺のこと殺そうとしてるぞこいつは。マジで怖え。とりあえずアッパーエンジン、アイミン絶対俺のこと殺そうとしてるでしょ。アイミンやろうかな。アイミンがベント使ってましたのやつやってもいいんじゃないか、マジで。これアイミンがベント使ってた、これでなんか強人扱いされても困るしな。ちょっと今3人いるからね、大丈夫だ。3人いるから大丈夫だ。これ大丈夫、 O2 でしょ。ここにあれ直した感じ、あ、直してんの。もういいか。はい。な俺は一体何をしてたんだ。停電終わってすぐだったらインポ一人しかいないし、ちょっと死体探したわけね。あー、でもサミダレさんはね、あんまやったことないって言ってたんで、なんかむしろ俺的には あんまやったことないのに、なんかそういう発想になるんだっていうのはちょっとすごいなと思ったけど、まあ言われてみれば確かにもうちょい探してもよかったかもねってなるかもしれないけど、まあ、そこはねもういいんじゃないかな。なんかプレミというにはあまりにも言い過ぎな気がする。モニターでベント使ったり見るか。表入れたりすると次の会議で無駄に時間食うぞ。あ、そうか、やめとくか。まあでも誰が入れましたってなったら俺知らんぷりしとくから、みんな言わないようにしといて。俺知らんぷりするから。え、僕スキップ入れましたけどってマジで言うからな。バラすなよお前ら。見るかこれ、ちょっと。おい、死んでる。してどこだあれ。モニターの左下ってどこ。ボタン押しに行くわ。ここだ。はい、カフェテリアのすぐ出たところで死んでました。すぐ出たところですか。いや、左側です、すいません。左、メッドベイ方面です。あ、メッドベイ側。浪人さんは僕目線だと白っすね。あ、そうですね。一緒にエレキでタスクやってたので、うん、多分、リソさんは白だと思います。ちなみに一応、セキュリティで見て、うわ、死んでるわって言って見つけました。なるほど。グラさんもそうですね。ストレージで見て。じゃあアッパーエンジン側から犯人はすれ違わなかったってことですか。あ、そうですね。アッパーエンジン側から向かってすれ違わなかったのと、多分いつ死んだのかが分かんないんで、それより先に通り過ぎてると分かんないですけど、これ最初ローニン、あ、レイズなんですけど、ローニンさんとリソさんだったかな、うん、最初O2 会った時に一緒にいたじゃないですか。はい。でナビやってっていうのはあったと思うんですけど、その上でアイミンさんがウェポンから降りてきたんです。カフェから来て。はい。どういうルート通ってました。僕はグラさんとあと一人誰かとストレージ側からアドミンに解除しに行ったら、アドミンは解除されてて、でまだ鳴り続けてたからカフェテリア通ってウェポン行って、で解除されたから、その解除された側の方とすれ違った。なるほど。あと今の話は本当ですね。僕も同じルートで行こうとしてたので、途中までアイミンさんと完全に一緒でした。多分サミダレさん見てないような。あ、でも僕メッドベイで何だったっけ、タスクこなしてたら O2 になったからカフェのとこ移動したら、そこら辺で鳴りやみましたね。うん。でも死体発見その辺なんですよね。そうですよね。いや、残りのメンバー大体右側で見てるんですよね、1回ぐらいは。そう、サミダレさん1回も見てないです。あれ、でも僕アドビンの方でタスクやってたのってなんか 3人ぐらい一緒にいましたよね。あ、自分ストレージで最後にサミダレさん見たんかな、確か O2 の前に。僕そこ通って最後ロアの方にいたんですけど、その死体発見された時ぐらいだったかな。うんうんうん。とりあえず時間ないんで、ちょっと1個だけ聞きたいんですけど、はいはい、キックスライターので、あ、サミダレさんじゃなくて、アイミンさんにちょっと1個聞きたいんですけど、はい、電気消えた時あるじゃないですか。
はい、あそこで、ローニンさんとリゾさんと僕とアイミンさんで一緒にいてたと思うんですけど、はいはい、電気ついた時アイミンさんどこ行ったんですか？あれもうありとあらゆるとこいたんで、どのタイミングか分からないですけど、電気ついたタイミングで結構電気つい最後カフェテリアあたりにいて、そのレイスナーさんと一緒にイチャイチャしてましたよね、うん、まあまあそうですよ、ね、OK です、わかりました。これ言われても分かんなくね、電気ついたタイミングどこいましたって言われて、俺答えられる自信ねえんだけど、俺もうセルフ疑われてもおかしくなかったよね。僕誰かと一緒にいたわけじゃないんで。だけどあの途中まで誰かといたから、そこで多分こいつは白だなと思ってくれたのかもしれないけど、結構人多いとこにいたかな。おい、これまさか、まさか。おい、これマジでさ、あ、いけたわ、一発クリア。リソさんがいたな、下に行こう。殺そうとしてる、俺のことは。もしかしてリソさん俺のこと殺そうとしてますか？お、サミダレさんがいたな。サミダレさんが今ローバーの方から来てたね。リソさんとストレージ方面からローバーに向かって、僕はエリキに入って、で、なんだ、サミタレさんが右側に、うん、O2 か、これレイズナーさ、さっきも一緒にいたな。とりあえずこっち側解除しよう。ローニンさんがいる、うん、あと上か。何この、え、なんだこれ、なんか今レポ、これかリポートが光ったかと思ってクソ焦った。今の動きでなんか怪しいとか言われたらやばいけど、みんないるな、みんないる。これでマジでスイッチと比べてやりやすさが段違いだわ。なんかそうそう、死体発見しても、ああ、はいはい、はい、生存確認とタスク確認とその他もろもろで呼びました。はい、僕タスク確認です。僕はあと2ですね。僕も2ですね。多分僕数わかんないけど、多分もうちょっとだと思います。僕4ぐらいあります。4ですか？結構ある。この怒んないでくださいよ。無能なんているんですよ。サミダレさん、あといくつぐらい？僕あと3ですね。3。営業会議みたいになったの。いや、けど、あれ、あゆみさんのその O2 になったときって、あれって誰か来るの確認してました？ O2 になった、あのさっき大津になった時に上にアイミンさんだけしかいなくて、で、あの、いや、下からローン、まず僕はセキュリティ側ぐらい、セキュリティのところにいたぐらいでなったんですよ、はい、で、はい、それで解除しに行ったんですよね、上側に。そしたら誰もまだ解除してないから焦って大津で解除したんです。だから僕が割と白いと思うんですよね、逆に僕が解除したから、まあ、サミダさんの言おうとすることもわかるんですよ。なんて言ってるのかな、あの時間があったんで、あの僕と浪人さんとサミダレさんは、アドミンの方を直して、で、あ、グラさんもか、僕もいましたよ。いましたもです、ね、はい、あやみんさん O2 になった時セキュリティいたんですか？セキュリティリアクターにいて、セキュリティでリソさん、リソさん R って文字の濃い色、はい、あ、はいはい、リソさんがセキュリティのドアの前でなんか止まってるなと思って、あ、じゃあそれ、そうですね、自分その時助かったの本当ですね、はい、まあなんですか、あの水色目線、僕目線ではサミダレさんか、まあ今の流れでいくとアユミンさんが結構グレーなんですよ。 なんで今のグレーになるんですかね。いや別に誰も死んでない。いや、あの前からのあの何ですか、エレキとかの動き的に結構怪しいなっていうのは思ってて、他の人は、まあ何ですか、面白いあれもない。前は僕はグラさんの証言でメッドベイにいて、そのさらに前ですね。そのさらに前って、そのさらに前です。なんですか？でもメッドベイが多分本当の最初ですよ。最初ですよ。いや、そのさらに前って何ですか？まあ、なんですか？まあ、かき乱して申し訳ないですけど、ここで釣る必要はないと思うんですよ。まあ、そうですね。まあ、当然、釣られたら俺暴れ回りますから。いや誰も死んでるよ。いや。なんで、まあ、タスクしながら、なんですかね、誰かが死ぬのを待つ感じでいいと思うんですよ。まあ、ああ、
まあ余裕ありま連れてる前提で。まあまあまあまだ余裕ありますもん、確かに。そう、2人連れてたらここの会議そんなに焦ってここでめちゃくちゃな釣りをする必要はないと思います、はい、確かに。じゃあ皆さん仕事をこなしましょう。いや今さすがにアイミーかわいそうじゃなかったか今のさすがにグレー要素あったアイミーに。いや確かになんか上でサミナレさんがアイミーが待ち伏せしてるように見えたってのはこれはなんか気持ち的にはわかるんだよね。確かに誰もみんな上来ねえし待ち伏せしてあわよくば殺してやろうみたいに見えるかもしれないけどグレーってほどじゃなかったのマジな話そんなことある？さすがにちょっとかわいそうだったよな。俺もこれで終わりじゃね。サスケみんないるな。だからサミダレ、リソ、レイズナーがいる。これだからもう一人死んだアイミーに確定じゃん。サミダレ、リソ、レイズナーがいて見るか。まあ、こっちから一緒に行きますか。おっとやべ、これ遅れるとまたなんか言われるぞ。あ、みんな一緒にいるじゃないか。とりあえずアドミンに行くか。これ誰も行って、やべ、止まっちった。えい、うわー、ちょっと、いや、これバレるだろ。はい、グラさん。いや、これは無理でしょ、はい、あれちょっと待って、グラさんが死にましたね。今オッツ上から上がってきてたのってリソさんでしたっけ？あ、僕です。あれ確か僕とリソさんとグラさんとサミダレさんでバレバレだろこれ。あのエルキーのあたりからあのオッツ直しに動いてたんですよ。そうですね。リソさんは一人だけ死ぬで、そうですね、はいはいはい。グラさんとサミダレさんと僕がアドミン側に向かったんですよ。で、はい、うん、浦さんとサミダルさんはアドミンに入ってたから、確定だよね。僕は O2 の方に回ろうとしたんですね。はい、だから消去法でサミダルさんが怪しいので、そうそう。ごめんなさい。そもそも どこで誰が死、どこで死んだんですかこれ。あ、まあそうですね。サミダルさんの状況を。いや、あのアドミンで。これ無理でしょこれ。どう見てもセルフじゃん。でもローニーさんがグラさん最初に見てるんですよ。そう。あの O2 なってからは。これ通報しないほうがよかったよ、多分セルフしないほうがよかったでしょ、今の。レイズナーとリソさんとサミダレさんでエレキにいたんですよ。これはプレミだろ。はい、アドミさんとアイミさんもいました、ね。全員生存してるの僕確認してるので、うん、確実に O2 が鳴ってからなんですよ、やられたのって。うん、そうだね。そうですね。だから僕はサミダレさんが怪しいと思います。自分目線、浪人さんが白なんですけど、うん、白なんでもうサミダレさん釣りなのかな。うん、そうだよね、まあ。どう見てもそうなる。無理があるだろ、これ。まあ、できそうですね。タスクが、タスクあと一つですよ。これでアイビーになんか言われたの受けるけど。もう終わりました。終わったかな。まあ、じゃあ僕だけか。どうしよう。サミダレさん入れてるんですかね、みんな。僕入れちゃった。これは無理でしょ。これは無理だよ。僕からの言い分ですか。特にありません。かわいい。かわいい、サミダレさん。僕もバレバレじゃん。では、そんな。良い旅を。これで終わんなかったらめっちゃ。やべえ、俺がゴリラやってきたら無理か。これで終わんなかったらちょっとあれだけど。いや、終わるでしょ、これ。オッケー。僕が飛んだ恥をかくところでしたけど。危ねえ。ごめんなさい。いや、今、サミダレさんゴリラじゃないですか、今の。びっくりした。いや、これちゃんと見ててよかった。ビビりましたもん、本当に。え、ここで殺されるんで。やっぱそうですよね、多分グラさんとアドミンで2人きりになったところを。あ、そうですね、パスワード入れてたら殺されました。いやー、よかった。これでも逆にやんなかったら O2 で負けてたとかってあるんですかね。そのサミダレさんがレポート下はもう治ってたんで。あ、確かに下多分解除できてなかったんでやばかったかもしれないですね。確かにできてなかったんですね。あ、できてなかったんですか。あ、じゃ あ, あ, あ下がグラさんとサミダレさんだったから。サミダレさんだったんで死んでてってことでしょ。そうです、解除する前に死んでたんで、確かに下のパスワード入れられなくて終わってた可能性はあるかもしれないですね。あ、上この件はあれ寺松さんがキルしたんですか。あ、そうです、そこでやりました。あ、やっぱりそうか。いや、なんかもしかしたらあの他の
あの相方の方がこう起立して弁当で逃げて押し付けられたのかなっていうのは、まあ、全くそんなこともなくクラリスさんを殺したのを速攻で上半身高さに見られたもうなんて言い訳しようって思いながらごめんなさいって思いながら寺松さんがいきなり失ってしまってやばいって思ってすごい寺松さんらしいなってちょっと思います。ゴリラしかいねえしゴリラめちゃくちゃ多いっすゲームだと思ったんですけど2人っきりになったら殺したくなる気持ちは分かります。まあまあまあ、初心者だったもん。実家方とも役割通りに使ってましたからね、最近パークリーダー。役割通り。パークリーダー。まだ戻ってくる。あ、でも、あと1人ですかね。あ、これだ、これ、すいません。OK です。どうしようかな。じゃあ、これで、やったら、時間、いくつから始めた。あ、もう一応1時間経ってるのか。あ、でもまだまだ。2回しかできてないんで変えなくてもいいかな。これなんか議論時間短くなってなくない。あれ、ことは一旦さほど変わらない。あ、でもディスカッションタイム60秒になってません？多分短くはしてると思うんですけど。あ、そうなんです。もうちょっと短い。投票の時間が長いとかですかね。わかんないけど。あれって操作できるんですかね。本当にボタン連続して押してるから長く感じるっていうだけだ。あ、それだけですか。それは時間は短くなってると思います。了解です。どうしましょうか。短くしましょうか。これ以上、うん、でも最短にすると何秒なんですか。そうなると最短はすごい10秒。まあ10の30。まあでも60秒ぐらいじゃないですか、ね。ぐらいがいいような気はしますね。じゃあ一回この設定でいきたいと思います。はい。じゃあ、はい、お願いします。お願いします。お願いします。あゆみすげえイライラしてるじゃん。怖いわあゆみ。さすがに60秒より短いはなくない。45秒無理だよね。実際に議論しようと思ったら。あれインポ来ねえな。あ、60がギリな気がする。アイミンが怒ってんだよ、議論が長いから。アイミンプンプンしちゃってるから今。優しくしてやろうな、アイミンに。で、アイミンが殺しても見なかったことにしよう。アイミン怖。アイミンちょっと怒ってるね。怖いよ。でもこれ以上短くはマジで無理だと思う。さすがにちょっと無理じゃないですかって言っちゃったけど。これスイッチ版マジでむずいからな。これ葉っぱりやつ。マウスだと超簡単だけど、葉っぱ持って引っ張るだけだからね。一回くらい譲れんとやろ。いや、インポになったらやるけど、インポになったらやるけど、さすがにこれは無理じゃね。誰か言ってくれんだろ。これ行かないと疑われるのかな。これ上から行った方がいいのか。やっぱ上半身知らんか、それのこと殺そうとしてないか。上半身シーラカンセ。え、これ大丈夫か。あと何秒ですか。あ、でもあと10秒しかないんだけど、これ大丈夫か。大丈夫はなくね。あ、大丈夫だった。危ねえ。みんないますね。みんないる。なんか微妙に視界が狭い。ん、ああ、これなんか生存確認かな。はいはいはい、はい、一個言いたいことあるんですけど、大丈夫ですか。はい、はい。あ、サミダルさん何かあります？大丈夫ですよ。あ、はいはい。あ、大丈夫ですか。ちょっと水葉さんを疑ってるんですけど。はい、水葉さんが早くないですか。根拠あるんですか。なんか。あの一番最初にリアクターに向かったんですよ。はい。で、僕が上側、水葉さんが下側に行ったんですね。うん。で、あの同時に同じ、はい、あ、同時に別々のユーザーがタップすると、あそこのリアクターって解ける仕組みなんですけど。うん、僕が上でボタンを押してからずっと長い間解除されなかったんですよね。つまり水原さんのリアクターを解除する。それに関しては上があれだ、2人集まってて下に誰かいるかなと思ったので、まあ上に2人いて下に、いや2人はいなかったですよ。僕だけでした。下に誰もいなかったので、あの、あ、解除の下の方です。やってるふりみたいなってことで、残り7秒ぐらいで、だから下に誰もいなかったってギリギリだったんですけど、下に誰かいると思ってたんですよ。解除したのは結局クラリスさんと水葉さんなんですか。あ、解除しましたよ、下で。うん、水葉さん下で、なんだっけ、あと7秒ぐらいになってたんですけど、確かに結構ギリでしたね、解除するの。まあ、ギリではありました、ね、ギリではありましたよね。ギリはありましたけど、まあ、まだでも本当に下にいなかったから時間かかっただけです。上に最初に向かって下に、上に2人いたから慌てて下に行って解除しました。まあ、まあそういうこともありましたよぐらいで、私、あの時点でクラリスさんが結構2人きりの時間長かったって、殺してなかったから、クラリスさん結構白寄りかなと思ってるんです、逆に。あれ、サミダさん消えた。
あ、僕じゃあ、ちょっと、サミダリさんもあのさっきお話ありそうだったので、ちょっと聞いてもいいですか。あ、サミダリさん、どうぞ。あれ、あれ、サミダリさん、生存確認ですか。生存確認ですよね、サミダリさん。多分。あ、なんかプツプツしてる、すごい。宇宙にいるんですか。接続悪い感じですか、これ。うん。声が聞こえないっす。まあ、今回はこれは、まあ一旦スキップでいいと。まあスキップはいいっす。むしろ私プライスは黄色よりかなって感じです。まあでもまあ、キャラタイムが開けてなかっただけの可能性はあるんで、まあまだわかりません。誰も死んでないんで、以上です。私は。一応、サミダレさん、喋ってもらってもいいですか。声確認のために。あれ、大丈夫か。皆さん、ダメですね、これ。死んでますよ。キルされた。いや、だよ、キル。どうしようかな。まあ、多分でも、本人がなんとかしてくれると信じながら、やるしかないですよ、ね。一応、次の会議まで、ポリシーしましょう。サミダレさん、どうしたんだろう。不安になってくるわ。ラメヤさん、なんか、喋ってるマークついてんだよな。言いたいことあんのにも。ああ、なんか、治ったっぽい。まだそう疑うなんじゃないか、死んでねえからね、まあ、そもそも話として疑うもクソもないんだよな、今のところ死んでないからさ。確かになんかやってないからタスクみたいな、でも確かにね、でタスクがギーだったのは思った。それはなんか何人かで向かってやべえやべえ言いながら向かったじゃん。だからタスクがギーだったってのは本当だから、多分ね、どっちかが解除してなかったって話多分本当だと思うんですよね、あれ。だけどそれって逆視点でも言えることだから、レイズナーさんが嘘をついてて向こうのせいにしてるだけって可能性もまああるよね。めちゃくちゃそれはそれでゴリラだけど、どっちが嘘をついてるのか分かんないけど、解除してないのはマジであると思う。ほんとギリだったから。これ大丈夫か、シーラ完成。よしよし、人が来たから大丈夫だ。あ、チャット出てるのはあれですよ。さっきチャット来てるよって言ったけど、あれ投票した時にチャットピコンってなるだけだから、誰かが会話してるわけじゃないですよ。さっきもあったけど。ごめん、そこスルーしちゃったけど。投票で出るだけだから。あれ、誰か俺のこと発見してくれ。インポスター以外。俺のアリバイ証明してくれるやついないのか。なあ。あれ、さっき下のとこ終わってないのこれ。あれ、さっき俺終わってなかったのか。やったもんかと思った。あ、停電になってる。直し行くか。これ直しに行ったら殺されるやつでしょ。はい、めっちゃいる。居すぎでは。これ居すぎじゃね。このタイミングで誰か死んだらマジで終わるぜ。まさか俺残って、うわー、なんで俺いつもこれあんの。タスク嫌なんだけど。これ行くぞ、集中しろ。よし。一発クリアかましてやったわ。タスクも終わるじゃん。爆速タスク終わるの。生存確認してもよかったけど、ちょっと一回鳴らすか。あ、あれ逆じゃん。やべ、間違えた。やべ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 、これ逆じゃん。ん？なんか上半身シーラカンス逆に動いてないか。やべ、今俺疑われたから、上半身シーラカンスに。ありがとうございます。確認ですかね。はい、確認ですね。はい、まずサミダリさんにちょっとお話ししてもらってもいい。さっきの分。サミダリさん大丈夫ですか。ミートになってる。サミダさん、先ほど話してましたよね、最後ギリギリ。そうです。あ、もしもし、もしもし。はい、聞こえますよ。つながった、つながった。つながってます。つながってます。どうだ、先ほど話せなかったこと。あ、さっき、なんだったっけ、そのメルトダウンの時に、グラさん止まってたのって、タスクこなしなのかなって気になったんですよね。メルトダウン、どの時間帯、どの時間帯ですか。一番最初、一番最初のあのメルトダウンの時。ああ、でもあの時僕反対側にいて、なんかみんなと一緒に向かってただけだと思いますけど。なんかめっちゃいました。いや、めっちゃいましたね。
めっちゃいて全然なんか解除されねえなって話もしてたんですよ枠の中で。ラグとかかな。ラグが止まってるように見えた。止まってることはなかったと思いますけど、動きが鈍かったとかもしかしたらあるかもですけど、止まってはいないと思います。普通に向かってました。多分何人かいたので見てる人はいると思うんですけど。うん、多分見てたと思います。多少疑わしっぽいですかここで。はい。なんかお話、はい。なんかカードやるやつスラッシュあるじゃないですか。アドミンが。はい、あれやるときに、なんか全然動かなくなったって、もしかしたらタスク処理できないかもしれません、今回。あ、なるほど。ごめんなさい、なんか前もスイッチ版のときできなかったんですよ、これ。へぇ、なんか結構、前のときもできなかったって言いましたよね、昨日やったときも。だからちょっと、なんかそうなりましたね。今回タスク勝ち出られないかもしれません、だから。ごめんなさい。タスクなんかあんま進んでないですよね、よくわかんないですけど。いや、結構じゃないですか、人数めちゃめちゃ平和だから。そうですね、まあ、まだ余裕あるんで、誰も死んでない、まあ、順調よっていうか、まあ、まったり進めていけばいいかなとは思ってますけど、うん、インポスターいないみたいなことか平和村ですか。あ、ちなみに疑うとかじゃないんですけど、今なんかの O2 の方で緊急タスクあったじゃないですか。はい、はい、あそこでなんか上半身シーラカンスターが特に向かってないように見えたんですけど、なんか理由とかってあります？はい、いや、なんかずっと向かってんですけど、いつもなんか行く頃に終わってるんで、もう自分のタスク優先でいいかなと思って。ああ、なるほど。わかりました。まあまあ、自分としては分かります。はい、別になんか黒いと思ったわけじゃないんで、別に。わかりました。じゃあまあ、一旦スキップでいいですかね。はい。はい、ませたらいいな。大丈夫か。また泣いてるかも。俺今、上半身シーラカンスのせいにしようとしたけど、俺も今向かってなかったからね。なんか、あなた向かってませんでしたよねって言っときな、俺逆走してたから。俺が逆走したのは勘違いな、ちなみに。そう。これ俺もだから、ね、なんか上半身シーラカンスさんのせいだけにして、でもちょっとね、怪しいと思った。俺もなんかちょっとさ、ベント使いそうに見えなかった、マジな話。ベントの方行ってるように見えたから、これ、ユーズベント行けんじゃねえかと思ったけど。ちょっとなんか、白で、なんかさ、その前もさ、上半身シーラカンスさんがなんか、俺のこと殺しそうに見えたんだよね、あのエレクトで。だからなんかちょっと先入観があったのはありますね。だからちょっと一言ここで言っておくと、なんか今後ちょっと怪しいことあった時に、ああこいつさっきも怪しかったよなってなって釣られる可能性が高いと思うんで、まあ、そこを狙った発言だったんだけど、どうなるかは分からん。おい、ちょっと待って、俺すげえ邪魔してる。これガチャガチャしてて殺されるらしいからな。え？何？はい、あら、寺松さんが、テラマスさん、僕が、はい、テラマスさんからエレクトリカルで死んでました。あ、それエレクトリカルのどこですか？入り口らへん。え、そうじゃあ今死んだばっか。入り口ですか？多分今タスクしてましたよね、結構。あ、みんな緊急タスクしてました。緊急タスクというか停電直そうとしてました。なんかパチパチ。なんか戻らなかったっすよ。ああ、確かに戻らなかった。みんなでやってるなと思って。なんか誰か妨害してた、もしかして。妨害してたのなんか、ね、これはオオカミが、だからやってる人の中に一人いて、で、っていう感じだと思います。で結構いましたよね、今。そうですね、あの僕一番で来て、あのずっとタスクの画面開いてたので、正直誰がいたのか全然わかんないです。僕もわかんないです。はい、その、タスクの中のごちゃごちゃで誰か死んだとかじゃないの？いや、多分。あ、でも多分テラマスさん、でも位置的にタスクのとこじゃな、ちょい下ぐらい、ちょっと下だったんですよね。だから多分殺して部屋に入ってきたとか、逆エモ、どうだろう。僕のさっき、あのなんだっけ、停電あった時、はい、あゆみんさん、レイズナー、水葉さんかな、多分の順番で行ってたんですよ、うん、で僕はあのエレキに入って、あの、うん、あれスイッチやってたんですけど、うん、入り口、え、あゆみさん、入り口で死体があったって言われました。はい、え、入り口って入り口の真ん中ですか？真ん中っていうか左右で言うと入り口のちょい上、上、いやいや、あ、部屋に踏み込んだぐらいのところ、開かなかったんですけど、ということは僕とか水田さんが入った後に殺されたっていう、うん、でも僕も結構多分入ったの遅かったんですけど、その時死体リポート出なかった気がするんで、はい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 、なんかもう死んですぐ通報ぐらいな感じな気がしたんですけど、これめっちゃ自分疑われそうなこと言ったんですけど、結構自分も本当に範囲の最後の方で、タスクやろうと思ってタスクのボタンを押した瞬間にリポートも拾ってることに気づいて、押そうとしたら先のあゆみさんが押したみたいな感じだったんですね。
アイビーさんのセルフはあるんじゃないかとちょっと思ってますけど、僕に反応するセルフする意味あんまないと思うんで、うん、いやーどうだろうな、まあ、なんかキルのタイミングがないから、かなり絞れてるから、ガチャ紙したのかなっていう、それよりもなんか電極倒してる人の中にオオカミが一匹多分いるっていうのが問題で、まあそっちも問題だし、全員下げてるんじゃなかったのかな、こういうことできるのは人呼びになりますけど、上手い人だと思うんですよね。まあそこがちょっと、ちょっとわかんない。いやちょっとわかんなくないですかね、これ。そこでこのツールやつだいぶやばいでしょ。まあ悪いですけど。見られてる可能性高い。邪魔されてたら間違いないです。いやこれわかんねえけど、強いて言ったらセルフが一番怪しくない。俺多分ガチャガチャの中で殺すんだったらもっとなんか入り口付近とかじゃなくて停電してるやつ殺すよ、あの停電直してるやつ殺すよね、多分違うと思うんだよね。だからガチャガチャの中にいたって説はあいみんな気がするんだよな。俺ちょっとこれセルフじゃね、セルフする意味ないって言ったけどさ、する意味がないセルフって逆にあんまないよねする意味ないって言っとけばなんか許されるみたいなとこあるけど、する意味はあるだろ、タスク終わってんじゃん俺。チャキルはなんかだってここでしょ、俺入った時やっぱ絶対見てねえよ、下だったら気づくだろさすがに。ユーズベントアイビン釣りに行くか、こうなったらおっと一瞬で行くぜ、俺一番早いからな、セキュリティにいましたからね。ういさあもう一人もう一人早く、もう僕下やってますよ下、僕さかお終わった、いいね、ちょっとボタン押そうかな俺一回。おボタン、あアイミンが押した、はい、あなんか死んでますね、何人か、あり死んでる2人死んでますよね。ちなみにあゆみさんが押したのって、これは製造確認、あ僕ちょっとだけいいですか、はい、さっき停電直すときにごちゃごちゃしてて死んでたって話あったじゃないですか、はい、でごちゃごちゃの中のやつが怪しいって話があったと思うんですけど、僕そこで殺すとしたら何だろう、入り口付近のやつを殺すんじゃなくて停電直してるやつを殺すと思うんですけど、あ、うん、確かにそれはだから多分直してたやつ中には犯人がいなくて違う人じゃないかなと思ってるんですけど、どうですかね。やってすぎて、僕はちょっと頭ごちゃごちゃしてたってやつか思うんですけど、あそこなんだろう、そのあゆみさんが先に入ってるんですよ僕より、うんうんうん、その、うん、前っていうか移動してたのを見てるんで、はい、グレーの体をで、その後僕がエレキに入るときになかったんですよ死体が、はいはいはい、そのリポート光らなかったって言った方がいいですか、うん、でその後アイミーさんが通報してるっていうのがちょっとよく分かんなくて、まあてか今の通報も死体消しなんじゃないかって気がしてるんですけど、ちょっとタイミングもそうですね、とりあえず水挟んだクラリスさん最後のどこで見たかとかそこら辺って分かる人いませんかね。いや多分僕は見てない、うん、僕なんかレイズナーさんとロニーさんと行動なんかたまたま一緒のルート通ってたって感じだから、うん、そうですね、サミダレさんはエレキから多分ずっと一緒にいたかな、電気直して確かサミダレさん上でタスクされてましたよね、エレキの。あーしてましたね。あそうですね、で僕そこでずっと見てたのでサミダレさんはあーどうだろう、まあタイミング、あ最初の停電になった直後にもしやられてるんだったら白じゃないんですけど、いやその時はレイズナーさんと何ていうか近くにいましたね、一緒に移動してて、聞こえますか？聞こえますか？はい。あ、ごめんなさい。ミュートになってます。すみません。で、なんか僕がなんか通報してなかったのがおかしいみたいな感じですけど、それいやいやいや通報してなかったのがおかしいっていうか、その最初に死体がなかったのになんであったのっていうのは入ってまずいっぱいもういたんで直す必要ないなと思って、うん、そこまで行ってないんですよ。タスク側まで行ってないんですよ。うん、もう戻ろうとしてまたでそこで死体があったんです。じゃあまあ、そこって積んだらまずい場面
ですね。いやでもなんか今のところ一番なんか怪しいのが消去法になりますけど、あゆみんさんなんで。まあまあまあ。さっきのスタイル発見もなんかあゆみんさんと別に結構後の方に入ったって言いましたけど、あゆみんさんとはすれ違ってないような気がしたんで、なんか嘘ついてねえかなみたいのと、あと今のタイミングが明らか死体消してそうっていうので。いやいや、おかしいです、それは。いやいやいや。おっとじゃあミュートでお願いします。やべえ、今入れればよかった、エミ。やべ、議論に夢中で入れられなかったわ。ボタン押すか？あ、確かに停電してるときに、あ、確かに。すみません、ありがとうございます。そのコメント、確かにそうだわ。停電してるときにそんな人いないからなんて見えないよな。もっと近づかなきゃ見えないよね。確かに。アイミンさ、私絶対なんかこいつだと思うんだよ、今回は。今のはコメントに助けられたけど。見ぞ、アイミン、ちょっと見ようぜ、みんなで。開けてくれさ、誰か開けてくれよ、これ。誰か開けてくれませんか？コメント読むのありだ、ありでしょ、そこまで含めて。あ、寺松さんいなくなった。寺松さん消えました。寺松さん落ちましたね。落ちましたね、これ。まあ、一応すでにキルされてるので、後で合流できるかな。まあまあ、じゃあさっきの話してもいいですか、ちなみに。アミダルさんが死んでます、ね。あ、本当は死んでる。死んでますね。じゃあ先にレイさんのお話ちょっと聞こうかな。いや、まあ、生存確認というか、さっきの議論の続きなんですけど、僕目線でも、まあ、ちょっと、あゆみさん怪しいんで、もう釣らないといけない局面じゃないですか。はい。なんで釣りたいなと思って。あと、もう一個、もう一個いいですか。はい、どうぞ。もう一個、あゆみさん怪しい点なんですけど、さっきあゆみさんなんか部屋入ったら、人がいっぱいいたからいいやって言って引き返したって言ってたんですけど、はい、停電の時の視野ってめちゃくちゃ狭いじゃないですか。確かに。その中で、そんなパッと判断できるかなっていうのはありますね。いや、助けのとこまで行って、もうわちゃわちゃなって分かるじゃないですか。みんなわちゃわちゃって言ってるじゃないですか。それは分かるじゃないですか、重なって。でも、重なる前にその手前の方で死体見つけたんですよね。いや、だからさっき言った通り、タスクのところまで行って、もう人数いるからいいやで戻ったら死体があった。だから、その入ったタイミングと、何でしたっけ、リソさんでしたっけ、入ったタイミングと違うじゃんっていうのは、一回入って戻ったから。まあまあまあ。今のさ、二つ目の死体消しとか言われてるのも、僕、真っ先に直してるんですよね。タスクの、オーツ。でも真っ先に直すのって自分でやって、サボタージして消したらよくないですか、それ。うーん。やっぱここでも、あの、釣らなきゃやばい場面ってのはマジなんで、まあね、結局誰かとは釣らないといけないので、うん、まあ消去法で僕はアイミさんに。他にグレリチいないんですか？アイミさんしかいないです、今。今マジでそんなことないです、さすがに。アイミが熱いパッションだろ、これ、アイミの。アイミめっちゃ頑張ったけど、無理だろ、これ。だって。わちゃわちゃ組はでも分けた方がいいんじゃない？わちゃわちゃ組って。いや、もういい。そうだ、まとめて。僕が最初に言ったのは確かだと思います。わちゃわちゃ組って何ですか？わちゃわちゃ組でも正直いすぎて分かんない。いすぎて分かんないっていうのがあるのもあります、ね。セルフでいいです。セルフというか自己申告という。あ、僕わちゃわちゃいました。僕でも遅かったんですけど、行った段階で多分4人ぐらいいたんですよ。うんうんうん。じゃあ逆に後から入ってきた組って誰なんですか？俺はそこをグレーと置きたい。なんかもう一人なんか後から入ったってさっき言いましたね。名前忘れちゃいました、ね。ああ、そうか、自分であの怪しまれるかもしれないですけど。ああ、そう。僕はタスク側はあんまり疑ってないんで、後側から来た人だったらもうリソさんしかないった。僕の目線はリソさんくれってのだけ、とりあえず言い残して。チーラカンスさん話、チーラさんそうですね。どうですか、何番目ぐらいに来られましたってか、いましたか？いや、あと俺はあの、なんか入り口の方向のに着いたところで、あれが鳴ったんですよ。じゃあ、後組ってことですか？そうですね。じゃあ、上半身じゃない？まあ、後組は確かに、まあ、ちょっと怪しいということで気にしておこう。あ、上半身白川さん、あとさっき1個目の、あ、後で話します。お願いします。白川さん、さっき最初のやつやってなかったじゃん。俺がさっきちょっと怪しいって言ったの。いや、怪しいとしたら白川さんだけど、押すほどじゃないかなって気もする。これまた停電か？誰だ？黄色誰？シーラカンスか？
やっぱなんか上半身白髪して動きもなんかちょっと怪しい気がするんだけど、これ3人でいれば大丈夫。シラカンスストーカーするか確かに。おっと、もう一人分断されてますけど、みんなでこれみんな怪しいと思ってんのかな。あれどこ行ったシラカンス、いなくね。ベント使ったかこれ。いやこれベント使ってね、シーラカンセ。どうだ、わかんねえ。30164下下誰か行ってる。これでも時間結構やばくないか。あと15秒。やばいやばいやばい。あ？え？もう確定じゃんこんなの。はい。ですね。あの O2 を直してアドミン側、O2 側の O2 直してアドミン側に来たんですけれども、浪人さんの死体があって、シーラさんがベントに入るのを見つけました。え？アドミン？え？アドミンですね。アドミン。あ、自分レイザーさんの後ろついて行ったんですけど。そうですね、全然見えなかったんですけど、なんかもう、それなんで、個人的にはレイズナーさんも完全に信じちゃう感じなんですけど、僕もあの O2 で直して、そう、O2 で先に直してくださる後から来たんで、あと、その前に、なんか3人ぐらい固まって、シーラカンスターのことストーカーしたと思うんですけど、なんか急にいなくなったように見えたんで、ベント使ったんじゃねえかなってちょっと思ってたんですけど、浪人さんと、俺とグラさんで一緒にいたんですけど。あ、多分離れた時あれじゃない、ドアが閉まったからじゃないですか。でもその後にもうストーカーしたんですよ僕たち、多分3人ぐらいで。俺ドア閉まってやべえ離れたと思ってちょっとうろついてたんですけど、あの辺を、まあ、僕の目線ではベント見てるんで元入れますけど、で自分レイズナーさん追っかけてるんで自分も新車さんから。あと僕最初に話したあの緊急タスクなんで直さなかったのっていう時の言い訳もなんか若干苦しい気がしたんで。その前に殺されたとかないっすよね、大丈夫っすよね。あいや、まあ、いや殺された、いや俺もちょっとそこはあれなんですけど、いやベントに入る瞬間を見ちゃったんで、まあまあこれでもこれユーズベントだろどう見てもこれユーズベントしてたろマジな話。だってさ3人で総合した時マジで消えたよねシーラカンス。どうしますって聞かれましてもいいですよいいですよ、皆さんに委ねますよ。いやいやこれつられんでしょこんなん言ったら。いいですよ、罪のない命をねここで消すなら。いやこれは無理だろ。いやいや、じゃあでも消えたよねさっきマジで。いやあの、まあ、追いつけなかったのはあるかもしれないけど、いそうなとこにいなかったから、まあ、あれって思ったんだよな。マジでイエローユーズベントだろこれどう見ても。しかも見られてるしこの人。いや大丈夫ですよねこれ。いやこれ外したら終わりだけどな。自分にで勝ったと思うなこれ。でもさすがに自分に入れてるし、自分に入れてんじゃん。終わりだろ。ああよかった。びっくりした。ジョー、ジョー本当に申し訳ない。いやびっくりした。何やってんだよ。マジでマジで言うならインポスター人生で初めてなんです。いやでもなんかずっと先出たのはうまいうまいというか、あゆみんさん全然わかんなかったですね。もうありがとう。明らかにあゆみんさん途中でお前がやれみたいな目。いや何もやんねえからさ、ずっと殺人鬼になった。どのタイミングで行けばいいかっていうのと考えてて、である程度あのボタン使わせようとか。違うって、上半身そもそもさ俺道ですれ違ったら、なんかドアの入り口らへんで止まってんだもんいつも。なんかそう、白川さん動きが怪しかった結構、あの殺そうみたいな。壁にぶっかっただけなんですけど。いや本当に申し訳ない。初めてはしょうがないですよ。いやこれはちょっとお二方の視点が気になるな。まあ気になりますね。あゆみさんめっちゃ怒ってそう、なんか。めっちゃ怒られた。あの停電になった時も、え、これな今何が起きてんのってずっと言ってた。いや、あの O2 とかだったら出るじゃないですか、矢印。
何も出ないから何も出ないからやあれなんじゃねえかと、何も出ないから停電だと思うんですけど、停電じゃなかったら動きが明らかにおかしい人間になるんで。ちなみにエレクトリカルで入口近くでキルしたっていうのはどちらなんですか？僕です。あれアイビーさんですよね。やっぱ誰かに見られてるかもと思ってセルフィーしたら誰も見てなかったから疑われちゃった。何黙ってよかった。ああ、と最初からあれ妨害してたんですか、あれ実際。僕もはい、妨害してました。ああ、そうなんですね。すね全然治んねえなと思ったんですよ。いや、妨害してないですよ。あ、そっちの妨害してないですよ。多分全員が、ああ、じゃあ全員多分ガチャガチャやっただけですね。ああ、そうなんだ。すげえ人数いたから。人数いたから。あるじゃないですか、あれって。なんか、ラグで他人が治すと自分が元に戻したみたいな、絶対ありますよね、そういうの。じゃあ次行きましょうか。はい。はい、じゃあミュートお願いします。あ、これ部屋変えていいんですか、はい、大丈夫ですか。あ、そうか。一旦変えましょうか。なんかやっぱアイミンさん多いかな、インポスター。あ、というか私バグ起こったでさっきタスクのやっぱり。ああ、一回解散した方がいい。そうですね。あ、了解です。はい、じゃあ一旦解散します。はい。はい。今のゲーム俺マジで活躍しなかったか、ガチな話。ガチな話で俺めちゃくちゃ活躍しなかったか。今のゲーム全員俺が釣ったぜ。よし、準備だけしておこうぞ。はい、入りました。あ、今のは活躍してたろ。これは認めざるを得ないだろうな。隠しながら、隠しユーズベント、ユーズベント使ったら今しかもちゃんと。あ、でもやっと通話がまともにできるようになったか。さっきなんかちょっと不安定でした、サミダリ。さっき本当に何があったんだろうってぐらい。もうブツ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 。ああ、なんかそうでしたね。あのマークは緑に光ってたんですけど、ディスコの、うんうんうん、なんか声は聞こえないみたいな。なんか普通な叫び声が聞こえました。最後の最後で聞こえましたね。言いたいことあったのに。すごい。ああ、それはかわいそうで、なんかタイミングが完璧だなって思って。さっきの試合僕あれなんですよ。サボタージュしようとしたら最初ベントに間違えて入っちゃって、近くにサミダレさんがいたんですよ。でそこさんなんか言いたいって言ってたから。危ないですけど、グラスがどうも助かったあれ。了解です。じゃあ、始めます。はい、はい、じゃあミュートお願いします。はい。森の視野コメント、視野コメントマジコメント助かったわあれ。アイミーの視野広くねみたいな。確かにね、まあ、それそう、あ、明らか広かったよね。停電の時ってマジで本当に直しに行くぐらいじゃないと見えねえから、停電でも見えるってのはみんなちょっとうんってなってたもんね。え、見えなくねみたいな雰囲気になってたからな。これさ、スイッチ版ジャイロが発動するのか知らんけどマジでむずいよな。マジのやつ来たからインポ、これ、いや、インポやりてえよな。待って、俺これ潰してんだけど。反対か。インポやりてえけど来ねえんだもん。仕方ないよね。でも俺インポ全然できないわ。俺もうゴリラに慣れすぎてる。いや、ノラのインポクソ簡単なんですよ。マジ適当に殺して適当にわめいてたら勝てるから、マジで簡単なんですよ、ノラのインポ。こいつら欺くの無理があんだろ。マジでプロじゃん。無理があるよ、ちょっとこいつら欺くの。でもなんかみんなあんま色気にしてないっぽくない？クラリスさんとかすげえ色変わってないかなんか。あ、待って、エレクトリカル。え、ちょっと、おいおい、これバレたろ。よし、よくやった、アイミ。アイミ、今のはもうバレバレだったろ。はい。はい、はい、見てたよな、アイミ。止まってしまったんですけど、今どうなってますかね。今は、会議中です。会議中。どうしたら落とした方がいいんかね、これ。あー、じゃあ、多分それ落とすしかないですもんね。ちょっとじゃあ、どうしようかな。これ一回落としちゃったら離脱扱いになっちゃうんですかね。そうですね。なので、ちょっとこのゲームは一旦離脱になっちゃいますね。ああ、申し訳ない。いや、部屋やめますか。あ、一旦やり直しますか。ゲームやめます。あ、まだ序盤だし、そうしましょう。お、なんかよかったな。これ終わる流れ。一旦僕、ゲーム、リーブゲームでこれ立て直せばいいのかな。みんなリーブゲームすればいい。みんなリーブゲームで。じゃあそれでお願いします。はい、いや、申し訳ないと。お、なんかいやいやいや、なかったことだった。誰が今なかったことだった。ラッキー。あぶれあぶれ。またゲつか、今のよく殺したよな、あいつ。リソさんが。さんが死んでた。いや、クラさん、さっきすれ違ったのに知ってたから、ちょっと、はい、って思う。でも今、結構目の前で殺しましたよね、今。アイミンとか普通に見てたかな。そうそうそう。レイズナーさんですか、いやいやいや、リソさんじゃないですか。
レイさん、レイさん。自分殺した後に弁当入ろうとしたら、あゆみさんが通報されました。そう、思いっきり弁当入ってるところにいましたよね。あゆみさん、どこまで見た？雑談のとこに。どこまで見てました、さっきの。あゆみさん。え？どこまで見た？なんかぼーっとしてたから全然見えなかったからやべえと思って。いやいや。めちゃくちゃぼーっとしてたんですよ。いや僕やられたと思ってアイビンが入ってきてその瞬間に弁当入ってたからああ助かったと思ったら全然そんな雰囲気になってなかった何も見えてなかった。そうだから流すことをすごい押したんです。無様の見られたから。結構今やっちゃったなと思ったんで。あと一方かな。あ入れたかな。なんか今みたいな状況になったら会議終わったら復帰できるらしいです。あ、復帰できるんですね。あ、そうなんですね。ありがとうございます。了解です。じゃあ次はそうしようかな。あれ、なんかまだ入れてないですね、サミュエルさん。入れなかったな、今。同じの打ったはずなんだけど。グラキャット入っちゃった。そう、これ僕のリスナーですか？蹴りますよ、蹴りますよ、グラキャット。グラキャット蹴ってもらっていいですか？すいません。僕は多分入れる瞬間に見られたかもしれないです。すいません。いやいや、まあまあ、こういうのもまた一興です、ね。おい誰だよお前だマジでうざけんなマジで。でもこれ多分俺のリスナーじゃなくてアイミーのリスナーとかが俺のせいにしようとしてんだろマジな話。改めて出発します。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。いやこれ絶対俺じゃねえだろ、アイミーでしょ。人のせいにしようとしてるよ。インポ来ねえかな。うわっやべえ、終わった終わったぞこれ。どうしよう。フェイクタスク、アドミン、アドミン行くか。お、とりあえず直しに行くふりする。よし、早いですね。死んでる。死んでた場所なんですけど、これなんて言ったらいいんだろう、はい、ストレージからリアクター向かう途中に、はい、なんだストレージとロワーエンジンの間の通路で見ました。はい、ああ了解です。どうだろうな。緑黄色白が白っす。そうですね。ちょっと早く見た人にいたんで白ですね。確かもう抜けてた。どうだっけな、僕の前確かあゆみんさんと寺松さんを見たような、結構あのカフェでタスクをやってたような、はい、まあ、カフェいましたよね。一緒にカフェ多かったです、ね、確かに、はい、上の方で最初やってました。右上の僕が覚えてるのはあゆみんさんと寺松さんか。うーん、ってことは私完全に単独行動でしたね。シールドの方で、シールドの方から向かってましたね。シーラカウスターとでも分かれたかな。シーラカスターで合ってますよ、ね、シールドから。ちなみにちょっと距離置きながらですけど、水橋さんと、ね、だからまあ、サミダレさんが俺の光に見える範囲で後ろついてきて向か一緒に向かってるっつう状況でしたね。サミダレさん上から向かいます、ね、間にいたって最後あのシーラカスさんとあのカフェで鉢合って、でそこであの死体発見みたいな感じだった。うん、グラさん、さっき何かお話しされることあ、ごめんなさい、さっきシールドからリアクターに向かってたのかって話を聞こうと思ったんですけど、それだと一応かぶるじゃないですか、死体のルートと。そうですね、はい、でも通報するタイミングでシールドにいたってことなんですかね、通報のタイミングで。ちょっと待ってください、シールドだから後ろにいた人が怪しいのか、むしろ私の。うん、だから、シールドからストレージ通ってでロアに行こうとしてたところでボタンが鳴りました。だから私の後ろにいてたのは、じゃあサミダレさんが後ろに行ったっていうことになるのか、合ってますかね。シーラカスターが真ん中にいてサミダレさんがっていうんだったら、あ、一番最後の方ですね。途中で見えなくなった感じですね、前に行って。うん、とはいえストレージで確か分かれて、あれ浪人さんって僕と一緒にいましたよね。カフェの方で会いましたよね。
あれ、最後の方、アッパーエンジンぐらいまで一緒にいたの誰だっけ、ローニーさんじゃなかったっけ、多分僕がいたかな、ああ、じゃあ、あれですか、名前は覚えてないけど、誰かいたみたいな曲あるみたいな。誰かいた。確かローニーさんと一緒にいたから、ローニーさんは割と今回しっかりと思うんだよね。ああ、ありがたい。じゃあ、一旦スキップ。一旦スキップですかね。グレーなん誰だ。グレーなんかいなかったろ、誰も。誰もグレーなんかいなかったろ。よし、野良で鍛えたゴリ押しが通じるかもしんねえ。あいみんつるか。ミュートお願いします。あいみんつってもいいかもしんないな。ちょっと潜伏するか、確かに。とりあえず緊急タスク直しに行こう。あいみんと一緒の方直すか、直すにしても。直すは直そう、直すだけ直そう、直しませんでしたよねとか言われたら困っちゃうし。別にエレクトリカルのここに入れない、なんで俺入れないんだけど、どうなってんだおい。ストレージのタスクってなんだ、フィックスなんちゃらわかんねえ。あとアドミンもね、なんかタスクがあることになってるんですよね、カードスラッシュのやつ。だタスクをやるふりをしつつ、インポはね緊急タスクはできるんですよ。リアクター行かなきゃ、これ切るはやばいな、さすがに無理がある。リアクター行かなきゃ、ちょっと下行くか。お、治った、助かった。あとナビゲーション。あ？はい。はい、生存確認と、はい、まあ、はい。まあ、それとさっきの議論の続きも、ちょっと立場ってなかったようなんで、押しました。あ、了解です。あ、なるほど。さっき、なんか結構集団で動いてたっぽいんですけど、はい、さっきっていうのは最初ですね。なんかちょっともう一回整理した方がいいかなと思って。はい、確か、寺松さんと僕と、あいみんさんは、今回の件に関しては多分、僕は白だと思うんですけど。あゆみん、だから青黒、はい、あゆみん誰でしたっけ、あと僕だから茶色ですね、ローニーさん、あ、はいはい、あと寺松さんって最後どこ行ったんですか、多分カフェテリア上組ですよね、今カフェテリア上組で最後に、けど自分多分遅れてたと思うんで、多分最初に、うん、最後にいたの結局あ、そうね、メドベイあたりの廊下に自分はいました。ああ、なるほど、うん、カフェテリアの上側にいたってことですね。そうですね、上側にいました。あ、もう一回シラカンさんに確認しますけど、うん、だから後ろにいたんですよね、サミダレさんが。そうですね、サミダレさんが後ろに、だから私が先行してて、ね、あのシラカンさんとストレージ付近で分かれて、上下に分かれて移動して、でまあ原子炉に向かおうとしてて、じゃあサミダレさん何やってたんですか。いや、僕あのあれですね、ウェポンの方であのタスクこなして、でそれで、あ、ベポの方違うわ、あの O2 の方か、 O2 の方でタスクこなしてでなったから、もうすぐベポン通ってカフェ通って、でその時に下からあのシーラカンスさんと鉢合ったところで、あのベポン通ったの本当です。自分ベポンでずっとあの隕石落とすやつやったんですけど、サミダレさんと話した、うん、あ、了解です。はい、あ、でそのリソさんのことを僕が見てたので多分両方とも本当ですね。あとクラリスさん、さっきあのメトベイであのミッションやってる時にウェイティングフォークラリス出たんで完全白っす。ああ、了解です。あ、はいはいはい、クラリス何緑色か、どうなるんだ、ちょ、死体の場所1回目どこでした、もう1回聞きますけど。1回目はストレージとローアーエンジンの間のところって言ったらいいんですかね、間の廊下、さっきだからシールドに人がいたって言ってたんで、そっから多分リアクター鳴ったんでリアクターの方向かったと思うんですよ。だから、はい、その経路っぽいなぁと思って、さっきそのシールドのどこいましたっけって確認をしたんですけど、これってもうほとんど容疑者グラさんのセルフしか残ってなくないですか。ピンク、茶色、青、黒で黄色がもし後ろに白がいたなら、その白に発見されてるはずだから黄色でもないで、白は上通ってるって言ったら、うん、ほとんどグラさんのセルフしか筋が残らないと思いますけど、
そうか。今の左内さんと上半身さんの下りを そこがちょっと僕も理解できてない。左内さんと上半身さん僕もよく分かってなくて、シールドにいたって言ってませんでした。なんか第三者に分かるように言ってくれ。うん。一旦まあミュートお願いします。はい、やべえ、俺全然いけると思ったのに、サントスが多くてゴリ押し効かねえんだけど。まあでもあれだな、サミダイさんとシーラカンスタンの話俺もよく分かんなかったからな。だってシールドにいたって言ってウェポンに行ったのわけ分かんなくない？割と無理やりラインを作れそうだな。いやカバリ来たってかあれね、本当に分かんない。よし、シールドにいたって言ってんのにウェポンっておかしくない？だってマジな話。おっと閉じ込められたんですけど、これ殺すわけにはいかんしな。ベント使うか。閉じ込められたんですけど、なんか議論とかしない感じっぽいな。別にアドミンでやろう。ちょっと誰かと一緒に行動したら確かに疑われたか。やれる前に、でもやれるさタイミングなくね。今のとこだいたい2人で行動してんだけど、次ナビゲーション行くか。ちょっと、えこれいけるぞ。俺の白が証明できる今のは。はい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 。話題に上がっていたサミダレさんが殺されてしまいました。本当だ。はい、水原さん、どこでしょうか。はい、私はアドミンからカフェテリアに向かってました。で、うん、その時にグラさんが後ろにいて追いかけてきました。追いかけてきたって、なんかそう言い方悪いですけど、カフェテリアの下の方ですだから。でアドミンって他にもいましたよね今。アドミン、僕とシーラさんいました。あれそうだ、おとりそさんで僕と水原さんがいましたよね。僕は見てます。多分とりあえず僕と寺松さんは結構一緒にいたので、多分お互い白を出せると思います。はい、どの辺今もやってない。ロアーエンジンセキュリティのあたりをうろうろしてて、結構シャッター閉められたりとかもしたんで動けなかったんですよね。僕も保証します。うん、あ、そうそう、あとクラリスさんもセキュリティに一緒にいました。3人と僕は最後までドアが閉まって怪しいと思ったんですね。私がアトビンから出た時に。で、閉まってたんで。はい、ビリったら下で死んでました。本当にアドビンとすぐ近くのカフェでした。ああそうでしたね。で、はい、隠しってことです。だから私やっぱりグラさんがこれだととても怪しくて、いやでも今のところで言うと僕完全に白で、あそうかあのアッパーエンジンあたりで確か水葉さんと確か一緒だったから閉じ込められたじゃないですか。水葉さんかな。ああ違うぞ、カフェからでもアドビンに迎えるじゃないですか、ダクトでよく考えたら。だからそれは白確定できなくて、むしろ上に向かおうとしてた私を殺そうと口封じしたんじゃないかなって。いやいや、だって他にもアドミンっていましたよね絶対に。あ、ちょ、まずじゃあアドミンにあのいた方なん、どなたですか。僕とシーラさんとグラさんは自分は見ました。アドミンに見てますね俺も。イソさんで多分入り口にいたかどうかみたいな感じですか。自分水葉さん確認した、そのまあちょっと画面とか見てたんでアドミンの、はい、完全に確認十分じゃないんですけど、水葉さん自分見てないんですけど入ってきましたよ最後。水葉さんはいましたね。なんか僕疑われてるのになんかあんまかばいたくないんですけど、水葉さんはアッパーエンジンあたり確か一緒に閉じ込められたのかな多分、うん、閉じ込められて、はい、そっから一緒にカフェテリア向かってアドミン入って、うん、あそうか。でそっからカフェテリアに向かったんで僕が弁当を使って移動したってのはないですね。ごめんなさい、はい、ごめんなさい、間違ってたかもしれません。割となんかこれで最初の殺人がなんか、そうか、グラ上半身僕の目線ね。あとなんかグレーいましたっけ。あ僕は上半身さんとサミダレさんが実は怪しいんじゃないかと思ったんですけど、サミダレさん死んでるんで、うん、そういう意味では上半身さんが怪しい、僕も疑われてますけど、まあそうですね、シーラカンスターが上と別れた時にストレージの上で殺したっていう可能性がある。まあ一旦スキップかなです、ね、それはそれを考えてませんでした。確かに殺してからアドミン入っ、すいませんっていうかグラさん変なこと言いました。まあ一旦ミュートお願いします。大丈夫です。危ねえ、俺わけのわかんねえ殺され方するとこだったぞマジで。危ねえ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 、今ので俺つられたらさすがに泣くに泣けないぜマジで。今のは
会議させたくないよね。だからもうこれ緊急タスクガンガンやっていくしかねえわ。でもシーラカンスと俺で割るのは割とありな気がした。あゆみんありがとう。あゆみんいつもありがとう。大津のタスクやらせてえな。ああ、はい、はい、さっきの議論の続きでやった方がいいかなと思って操作しました。はい、はい、でありがとうございます。そう、さっきなんだっけ、シーラカスさんのあたりが怪しいっていう話でしたよね、確か。あ、そうです、ね、だから一回あの分かれてるんですよ、ストレージのところに。上下で私、シーラカスさんと私が上下で分かれてて、死体発見位置がストレージの上の方だったらすれ違いざまに殺してる可能性あるんですよ、だから、うん、シーラカンさんのちょっと話聞きたいです。多分これ結構見てる人多いと思うんですけど、多分リアクター行って解除して、うん、でそのまま自分のタスクこなしながらアドミンに向かったって感じなんですよ。ああ、なるほど。だからリアクターロア取ってストレージからアドミンにストレートに。でもそこで死体って見なかったんですか？見てないですね。なるほど、見てないってなるとなんかすれ違いざまに殺してません、それ。うん、そう言われるとそうなるのか。シワさんロアーって言ったんですか？シワさんってロアーですか？アッパーエンジンって言ってませんでした？アッパーエンジン側から来た。アッパーからですか？ちょっと待って、どっちだ。やべえ。でもあれですね、リアクターから、ね、あー全然大丈夫です。疑われるのをどうにかっていう状態です今ね、うん、はい、まあそうですね。だからこれは自白じゃないかなと思うんですけど、さっきの、うん、ほぼ自白するときはちゃんと自白しますよ。でもあれですよね、下からアドミンに結構いて、そこから2人で上上がって、そのタイミングで、はい、私が言ってるのは1回目の話です。ちなみに、あ、1回目の話ですか、ごめんなさい、はい、すいません、1回目のストレージの死体の話です。それがだから白川さんができたっていう話をしてます。ああ、そういう意味では僕視点はもう白川さん一択ですよ、はい、サミダレさんか白川さんかなと思ったんで。すいませんでした。なるほど、すいませんでした。だから、まあ、私は白川さんが一番怪しいと思ってますね。皆さん申し訳ありませんでした。一緒に構造確かに自分よく分かってないの。あ、リサさんどうぞ。のその試合発表前ってサミダレさんとシーラさんってどこで合流したんですか？自分シーラさんがウェポン通ってカフェ行くのを見てるんですよ。はい、俺カフェから行ってますよね。そうなんですよ、シーラさん、あ、違う、サミダレさんカフェから行ってると思うで、私とグラさんがだからちゃんと見てるはずなんで、私が自衛通報はできないんですよ、2回目は。だからグラさんと私は白なんですよね。ああ。だからここは白川さん、うん、私結構怪しいと思って、うん、釣りたいかなと思うんですけど、ですよね、合ってるのかな。まあここまで状況証拠が揃ってるなら釣りますね。まあ8人で、まあ、僕視点だと自分がちょっと1回目で疑われたのもあって、はい、ほぼ一択なんですけど。じゃあ入れちゃおうかな。そうっすね。ちょわからん、マジで。うまいこと、どうやらシーラカンス怪しいだろ。よし、いけるぞ。これしばらく的を殺すの、これで一人釣れた雰囲気出そう。それがいいよね、ここ絶対すぐに殺すんじゃなくてちょっと待つみたいな、やった方がいい気がする。一人連れてるわみたいな。とりあえずやるか。お、これいけんじゃね？無理か。もう一個の、え、もう一個の方止まってなくね？止まったか。2人で1人ずつやれば。なるほど、タスク全然進んでないしね。やべ、閉めちゃった、間違えて閉じ込められた。助けて、誰か、誰か助けてくれ。変なとこで止まるとサボタージュ疑われる、マジか。
これで直そう。ん？死んでる。はい、あの僕が押しました。押しましたっていうかリポートしました。はいはい、クラリスさん、あと緑をストレージのエレキ側の入り口付近で発見しました。エレキ側の入り口。そうですね、廊下の近くというか、はい、あの辺りで見つけました。あとリソさんもやられてますね。本当だ。あれ、あ、増えてる。ってことはこれ2浪残ってるのか。タイミング的にどうなんですかね。ローマ人がローだった。来る。上半身は投票釣りです。そうそうです。投票釣りって上半身だけでした。そうっすね。でもあれだったら黒だと思うんだけどな。ああそうっすね。まずエレキ直された方ってどうなった。あ、僕です。ちなみにそれはグラさん。他に誰かいらっしゃいました。多分なんか一人いたような気がしたんですけど、なんかそのなんだろう、直してすぐに通報されてたんでわかんないっす。だからいた気がするぐらい。ちなみにあの自分ですって人いますか。じゃあいないのか。いない。いますね。じゃあ死人が直したんですか。グラさんセルフってことあります。セルフって僕通報してないですよ、だって。あ、そうかそうかそうか、間違えた。今セルフって言ったん誰ですか。僕だ。ロニさんがいましたね。セルフ。間違えた。むしろこれセルフじゃないですか。ロニさん。ロニさん、ロニさんどういうことですか。いや、違います。違います。え？あのさ、余計な疑いの種をまいてしまった。いや、今あんまそういう証拠がないから、なんかそういう細かいのでついていくしかない。そう。だからこれが怪しいみたいの、うん、いないからなんか。みんな証拠も多分一緒にいたとかも全然わからんから。なんか二郎連れてるからここでオオカビに票合わされるとまずいんですよ。そうですね、これ多分だからまあチャット残り30秒ぐらいで決め打ちしてこいつ釣るってみんなで意見合わせる。クールタイム的に一郎じゃ厳しい時間でした。で 結, 構、まあ、結構でもありましたよね、時間可能性が高いから辛いっていう話。どうだろう、まあ早めに一人てかリソさんとなんか会った人とかいないんですか。どうだろう、このタイミングまで生きてたみたいのがあったら逆算でいけません？そこ、うん、全然見てないんだったらなんか開幕すぐ殺されてみたいのがなくはないと思うんですけど、うん、ストレージカフェ行ったんですよ。でまたウェポン行って、まあ、残り30秒だったんで私はさっきの発言からローリーさん、いやマジでちょっと待ってください。ローリーさんてかこれ確かにですがセルフぐらいしかないっすよ。違う実際違う思いたい僕じゃない。てかこれ違うんだったら怒りますよ。いや一応いや違う僕じゃない。一応上半身の可能性もあるから外してもワンチャンはあるのか。あ、まあ確かにチャンスはまだありますね。残り4人になるからチャンスはあるんです。ちゃんとローリーさんに入れてください。だからここは合わせられたら終わるんで。あ、了解です。あ、押せなかった。あ、やっぱりやっぱりオオカビ2人いるな。あミートします。けーやったーけーいやークラさんじゃないか。いやーいやいやいやローニーさん違うって言ったじゃないですか。なんかでもグラスさんだっておかしいなと思ってたらね。なんかいやアイビンが救ってくれたから。いやそこのセルフで参加するぞ。待ってね。そうあれがうまかったな。まあ聞いてる別々のところで殺された。リソさんと最後フラリさん。自分ナビゲーションで殺されました。アイビンさん。アイビンさんあんま疑ってなくて、アイビンさんやっとちょっと行動しようかなって思って見たら殺されました。村さんも私殺そうとしてましたよね。はい、あの2回目の死体発見の時。いやあれは本当に違いますね。あれは本当に移動したらたまたま。あれは本当に殺そうとしてないです。カフェで殺してた。最初の事件の位置関係ぐちゃぐちゃになって全部わかんなくなっちゃったっていう。いや、正直わかんなかったな。なんかというか、あの時点で疑うことができなかったんで、浪人さんがちょっと出現してしまって、あれ いや、あの出現マジで助かりましたね、でも。2話しかないっつってくらったんですよ。アイビンと入れたら2票になるから、誰か1人仲間入れたらもういけるなと思って。そうですよね。あー、悔しい。いや私2票入ってる時、あ、これ1匹釣れたなと思った。んなことなかったっすね、全然。めちゃくちゃ残ってた。めちゃ、あ、ちょっと待ってください。なんかあれがいるな、ウイルス。コロナが入ってきた。今度コロナウイルス。コロナが入ってる。コビットいいですけど。今キックしました。はい、じゃあ入ります。あー、ベース入りだな。入りました。
メールコードやられた。なんか今結構あれ怪しいやつが多かったですね、単純にちょっと。なんか怪しそうな人が結構いて。今日何時前とかあります。確か当初の予定では一応2時間半だから23時が一つの区切りかなと思ってたんですけど。あ、すみません、僕ちょっと23時ぐらいが限界です。あ、了解です。でもこれがラストかな、一応。じゃあ、ミュートお願いします。はい。はい。はい。あ、いやマジで今アイミンファインプレーすぎたでしょ。初手マジでやらかしたと思うし、でもねシーラカンスサミダレラインはいけると思った、自分の頭の中で。そこになすりつけられるかもっての、えまたまたいやアイミンもう最後の方のプレイングは僕もまあ割とまともだったろ実際。これ変なところでサボタージュしたらダメって言われたな。ローアエンジン直しに行くか。これ直して上がるみたいな。サミダレさんでも多分人狼ゲームは結構やったことあると思うね。サミダレさんって誰かと一緒に行動しようと。誰も来ねえんだけど。え、こんでで勝ちとかあんの。危ねえ危ねえ、みんないるんですけどみんないるんですけど何これアユミン、レイザー、リソと一緒に行動するか。変なとこ押しちゃった今。え、閉じ込められたんですけど。閉じ込められたんだけど、どういうことだこれ。助けて。助かった。でもアイミン殺したらこれバレるよな。危ねえ危ねえ、殺さなくてよかった。ここでアドミン来てタスクをやるふり。これ時間かかったということにしよう。アイミンよう喋るから殺しときたいことない。でもアイミンな結構失言も多いからな。なんかさ、アイミンさ喋り方がなんか怪しいというか、別になんか怪しいこと言ってないのに微妙に容量得てなかったりして、え、こいつ大丈夫かってなるところはあるよね実際ちょっと。これでも直さなかったら勝ちないし、さすがに誰か直しに来るか。直すか。なんでグラさん直さなかったんですかとか言われるからな。セキュリティ見とくかちょっと。あ？じゃあまあスキップできるようになったらスキップでいいですかね。はい。はい。まだあと20秒あるので何か宣伝する方がいたらどうぞ。この空気で宣伝できるのなかなか強いです。やばいでしょ。動画が上がるとかないんですか、なんか。先に自白してくれてもいいですよ、犯人も。ゲーム崩壊しますけどね。終わったって言って。ミュートお願いします。今のマリカー実況見てください。いやでもこれ緊張すんな。最後と考えるとなんかやり直し聞かねえし、俺今日結構インポでもクルーでもいいプレイしてるんだけど、ここでやらかしたら全部が終わるからな。俺リアクター多すぎんよマジで。だから俺もっと停電使うべきなんだ。なんかリアクターと O2 しか、俺人多すぎないこれ。これ人多すぎるでしょいくらなんでも。こんな固まることある。おかしくねえか。メッドベイ行くか。これやってるふりしよう。やってるふりして間違えてユーズベント、俺間違えてさ押し間違える可能性あるよね一応。よし、この停電に乗じて殺してえな。でもいねえか。アリバイ証明してくれるやつがいないからね今のところ。はい、2人死んでる。僕が、あ、そうですね、僕が通報しました。レイさん、水色の、死体を
暗闇の中で発見しました。発見というかあのレポートが出たので押しました。それってエレクトリカですか？そうですね、エレクトリカです、ね、あそうですね、エレクトリカで自分もリポートを押そうとしました。なんかまた例によってめっちゃ集まってて、同じ鉄を踏まないようにと思って僕あのすぐタスクやめたんですよ、はい、あの全体見るために。あ自分も離れて見てました、うん、でちょっとうろうろしたらレイさん見つけたって感じです。どこにあったんですか？エレキのそれこそ電気直すとこと入り口のちょうど真ん中ぐらいか。真ん中ぐらい多分。そうですね、僕も死体が出たとこ見ましたけど、リソさんが近くにいたのは見ました、うん、はい、自分その辺にいました。ちょうど本当にその辺にいました。死体は見えた？死体殺されるところは見てないんですか？いや殺されるとこ見てないです。でレポート出たんで押そうとしたら先に浪人さんが押しました、うん、あエレキのところで、レイズさんとリソさんと水葉さんが奥にいるところに俺入ったのは俺見えてますよ、ね、多分。そうですね、レイズさんとリソさんと、もう一方誰ですか？レイズさん、リソさん。レイズさんと水葉さんいましたよね、水葉さん。いや、水葉さん。水葉さん死んでますよね。あ、ってことは、あれか、発見されてないけど、もしかしたらエレクトリカルで死んでる。じゃあ2人死んでたってことですか？あそこで死んでた可能性はありますね。左上の方で水葉さん。見たんですよ。ああ、じゃあ暗闇に乗じて二郎が殺してきた。そんなことあります？さっきあのエレクトリカルでいなかった人っています？逆に。あ、僕ずっとセキュリティいたんで行ってないです。アクラリスさんがずっとセキュリティいたのは僕も結構見てます。あのエレキに行きました。僕はエレキ来て停電直そうとしたら、なんか通報したみたいな。だから多分僕も本当はリポート出てたはずなんですけど、うんうん、多分僕が見る前に誰か通報してると思います。なるほど。他にいなかった方もう一回確認してもいいですか？クラリスさんとサミダレさんもいらっしゃいましたか？僕も向かっていたんですけど、その時死体みたいな見つからなかったですね。エレクトリカルの中にはいらっしゃった？中にはなかった。エレクトリカルの中入ろうとした時に停電直ったからタスクこなそうとして移動した。ああなるほど。サミダレさんタスクこなそうとして移動したんですか？あ最後僕のイルスセキュリティに入ってきましたよね。サミダレさん最後僕のイルスセキュリティに入ってきてるからなんでだろうなって。エリックからセキュリティって結構ありますよね。瞬間移動じゃないか。瞬間移動。だからセキュリティの方には確かに行ってましたね。うん、いや一番最後ですね。エマージェンシーコールが出される直前に白色のサミダレさんが入ってきてたんですけど。なるほど。まあ、いやちょっと次話すか。そうですね。一旦ミュートでお願いします。セキュリティってやつは怪しくねえか。セキュリティってやつが今のバレないもんだな。いや今なんかすげえ重なったからいけんじゃねえかと思ってやったんだけど、全然俺のこと疑ってやついなかった。バレないもんだなあれ。でもサミダレさんちょっとヒヤッとしたけど、サミダレさん大丈夫かな？これ釣られるもしかして。サミダレさん助けてあげたいけど助けようがないもんな。これ正直サボタージュで妨害するしかね。 O2 とか赤字。はいはい、さっきの続きのために。そうですね、ました。はい、そのサミダレさん、はい、あれエレキにいたんす。でエレキに1回行ってドア抜けてセキュリティに行きましたね。1個質問なんですけど、あ、はいはい、サミダレさんってタスクをこなすために行ったっておっしゃってたのに、セキュリティってタスクのない場所に入ってきたのって何でですか？はい、セキュリティの、横の配線のところ。ああ、はいはいはい、あの左の配線。ああ、ごめんなさい、勘違いあるなら申し訳ない。行ったんですけど。ああなるほどなるほど。ないと思ってたんで殺しに来たのかなって思って結構怪しいでもああ了解です。まあでも多分エレキの中で、あ、どうなんだろうな。でもサミダレさんってエレキに来た時にはもう停電起きてたんですよね、うん、いや停電治ってたから。治ってないんです。あれ、いやエレキに行ってでボタン押しても反応なかったから治ったのかなって思って。ボタンを押しても反応がないっていうか。どういうことですか？画面が明るくなってませんでした。でもその、まあ、明るいままなんです。押した時に明るくなったんだけど、だからもう移動したんだけど。ガチャガチャで分かんなかったってことですかね。いやでもあれですよ。押した時にもなんか発言が本当によく分からない感じなんですけど。あれエレクカルの中に足を踏み入れてるんですか？あ、中には入ってます。でボタン押しても
反応なくて、あ、明るくなったわってなったから、あのパチパチするやつが動かなかったってことですよね。あ、そうそうそう、あ、それ、あの僕も一瞬だったっていうか、多分みんな一気に押してたから動かなかったのかなって思ったんですけど、ちょっとあの言わんとしてることは僕は、あ、なるほど動かなかったっ、あ、そういうことですか。え、でも停電ってそんな長かったでしたっけ。え、結構停電最後までですよ。え、なんか停電治ってはないと思いますけど、多分治ってない、うん、治ってないので結構長かったあれ。え、なんかサミダレさんはなんか治ったのを確認したんじゃなくて、治ったかなと思ったってことですか。でも画面明るくなったって言ってましたよね。そのだってそれって矛盾じゃないんですか。まあ確かに。え、ちなみにどのタイミングで明るくなったと思いました。サミダレさんまた電波死にました、これ重要なとこで。え、僕ボタン押しに行ったところで反応なかったから。え、じゃあその時黒かった、暗かったですよね、きっと。てかずっと暗かったっすよ、今日治ってないんだから。一応言っておきました、あのインポスターはあの停電起きてても明るく見える。そういうことですか。治ってないですよ、それ意味では停電は。これちょっと、どうしようかな、これはどうする。サミダレさん、いやでもなんか、え、いやー、俺サミダレさん行きますよ、ちょっとこれは。サミダレさんの証言何も聞かないまま強そうじゃん。まあ一旦ミュートお願いします。いや、これは無理だ、これは無理だろ、これどうすんだマジで。これかばうわけにはいかなかった、今のかばうわけにはいかなかったけど、そのサミダレさんたち多分伝えようとしたことは違ったっていうのはあったから、そういうことですよねって話はしたけど、94130、これ殺すの無理じゃね、あと何人殺せばいいんだ俺。これ無理くないか、まして。やってるふりしよう、これやって、あとアッパーエンジンなんとか。ここは直すフリースでしょ。あゆみん、理想さん、JRCA さん。これマジでむずくねえか。これいけんのこれマジで。無理くない？よし、生きる。監視カメラ動くって何？監視カメラ動くって何それ？俺知らない機能が起きてんだけど、知らない機能なんですかそれ。うべ、緊急タスクだ、やばい、やばい。はい、はい、グラさんがセルフしました。いや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 、僕はクラリスさんが殺したところを見ました。まあ、あゆみんさんをグラさんがキルしたところを。いや、まあなんだ、クラリスさんは僕はあのさっきのエレクトリカルであのダブルキルされてたんですけど、ずっとセキュリティにいたのを知ってるので、さっきはクラリスは絶対殺してないんですよ。だから今回は僕の視点はグラさんが怪しいと思います。あ、なるほど。あれ、さっき、さっき殺したっていうのはさっきってどのさっきですか。エレクトリカルであの2人やら、そう、停電の時で、うん、そこは確実にクラリスさん白なので、あの狼じゃないと思います、僕は。僕しても浪人さんずっと一緒にいて、エレクトリカルの後ろとかで殺されなかったって実績があるから、結構白目ではあるんですよね、うん、
そもそもここ狼ならグラサン切らずに僕に対して攻撃してやるはずだから、うん、まあ、浪人さん白浮きで多分赤も白だから、そうですね、まあ、ローラーしたらいいんじゃないですかね、これかなっていう感じかな。ローラー、ローラー、ローラーしたら僕はグラサンから最初にローラーします。どうですか。いや自分正直クラリスさんの行動あんまよく分かってないんで、うん、なんとも言えないんですけど、僕はなんか押し付けられたからクラリスさん行くしかないですけど。いやでも、まあ、あのローラーでもいいと思いますけど、僕は先にグラさんに入れます。僕じゃあクラリスさんに入れます。まあいいですけど、じゃあ、グラさんで1ウルフは確定で落ちるんで、僕は赤と茶色は白だと思ってるんで、グラさんツリー、僕ツリーで、多分シーラカンスさんで3人盤面になっちゃうんですけど、キルクールタイムが晴れる前に頑張って僕外してくれって言いたいけど、サボタージュされた。違う、僕がボタンあるから、あ、それで僕を殺さなきゃいけないのか、それと。あれ、浪人さんとシーラカンスさんってボタン残ってますっけ？どうだったかな。多分残っててもあれなんですよね。サボタージュされちゃって、キルクールタイムが復活しちゃってリアクターやられちゃうから。だからシーラカンスさんとリソさん次第ではありますね。リソさんは僕は白だと思ってる。で、ローニーさんも白だと思ってるから、グラさんで終わらなければシーラさん。グラさんで終わるならそれでいいけど。まあ、でもグラさんで終わんないのはクラリスさんですよね。まあ、そうです、そうです。僕で終わんなかったらだって殺してるから。二択だと思います。いや、オッケー、じゃあその場合僕がして頑張るわ。グラさんがやってもその続くなら。ちょっとその場合は、あの、もしローラってのはやめてほしい。以上です。殺す瞬間見たんですもんね。見ました、見たんです、ね、僕も見ましたよ。クラリスさん殺してました。クラリスさんだってそのグラサン食うの分かってんなら今その後の話する必要なくないですか？うん、そう、その後の話する必要ない。そう、そうですよね。確かにおかしい。あるんだよ。だってグラサン釣ってニュールフ生きてたらどうするんですかって話です。残り1ウルフ、例えばシーラさんが狼だったら。サメダレさんが黒じゃないってなくないですか、さすがに。でも、さっきの発言で。あ、投票。待ってて、ちょっと待って、大丈夫かこれ。じゃあ、ローラお願いします。ミュートでお願いします。熱いパッション決めた。これ、そこでサボタージュしたらワンチャンあるのこれ。どうなの、ワンチャンあるんですか。熱いパッションでなんとかあったわ。俺無理じゃね、さすがに。無理でしょ。見ました。はい、これグラサンでいいですね。これはグラサン。あの、見ました、僕は。グラサンユーズベントじゃないけど、あの、キルしてました。いや、最後ちょっとだけクラリスさん死んじゃなくて、俺クラリスさん言っちゃったんですけど、グラサンでってグラサンです。これは無理っすね。私の友達も言ってました。友達が言ってた。あ、ごめんなさい、クラリスさん。ちょっと死んじゃいなかった。うん。まあ、何か最後に言い残すことがあれば。最後に残すことなんもないです。マジできつかった。いや、でもすごい楽しい時間をありがとうございました。もう一人、サミダレさんですか、これって。あ、もう一人、サミダレさんですね。やっぱそうですよね。サミダレさん、すいませんでした、本当に。全然最後、ダメでした。まあそこまで追い込まれるとさすがに厳しいですよね。じゃあ僕は入れます。というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、グラサンしてを見に行くのが楽しみだな。最後ちょっとゴリラすぎましたね、さすがに。あれ、サミダレさんってなんで狼なんでしたっけ。なんかだからクラリスさんが疑ってくれたんですよ。あ、そう、サミダレさんの証言がおかしいって。マジで言い訳なんですけど、ストーカーの記憶が飛んでました。あの、すいません、自爆しました。あれ、そうですね。あ、そうですね、合ってますよね。いやー、楽しかった。いや、面白かったです。あ、グラさん、本当にごめん。あ、いや、全然。いや、僕途中サミダレさんかばおうかなと思ったんですけど、停電の下りがさすがにやばすぎて、あ、ちょっときついなと思って諦めました。全然面白かったんで大丈夫です。明るかったです、面白かったです。いや、でもグラさんの気づかなかったら、目の前で見なかったら多分負けてたわ、多分。
クラリスさん、本当最後、疑ってすみません、ちょっと。本当に、記憶ぶっ飛んでたんで、本当に申し訳ないことです。めちゃくちゃうまかったです、クラリスさん。本当に。高輪からもう、ちょっと拝んでました。ありがとうございます。あ、すみません、チキって投票できなかったんですけど、多分クラリスさん入れてました。全然、全然大丈夫です。直すかったけど。まあ、最後のあれですかね、発言が。あそなんでその後も考えるんですかみたいな話が確かにちょっと怪しい。ごめんなさい、ごめんなさい。サミダレさんのこと完全に忘れてた。いや、僕、あそこ全力で乗っかってやろうと思って。いや、あれ言われたらもう、グラさんが正しいんじゃないかって思っちゃった。結構、本当に、あれ、グラさんが正しいのかなと思っちゃって、あれ、僕なんだっけみたいな。最後はもう全力で乗るしかないと思って行きましたよ。よし。はい、いや、よかったっす。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また誘ってください。お疲れ様でした。本当にあの参加していただきありがとうございました。楽しかったです、はい、引き続きまた何か何かしら企画やとかやっていきたいなと思っているので、またお声かけさせていただくことがあるかもしれません、はい、その時は何卒、まあ、時間さえあればよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこの辺で解散かな、はい、解散します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや最後マジでしょうもなかった、すまん。でも無理だろあれマジな話。こんだけうめえ人いる中でさすがにちょっと厳しかった最後は、すまんマジで。許してくれ、最後のはマジでしょうもなかったけど。でもクラリスさんがボケ取ったとかマジで全力でいこうと思いましたね。あそこは。おこいつ自爆してやがると思って全力で乗っかったわ。なんか上半身白勘さんとか便乗して入れてくんねえかなと思って。押しミス？いや押しミスはしてないよ。いや最後の最後は諦めたから自分に投票したけど。いやでもね、クラリスさんな、あれ正直殺し方が雑だったのもあるけど、多少強引にでも行かなきゃと思ったのが良くなかった。タイミングはあれで良かったんだけど、なんか もうちょっと考え方があったと。初手で相方疲れるとさすがにしたね。まあね、でも今回結構なんか上手い人が多かったからか、その会議が長くて進まねえってのもあったけど、普通に面白かったっすね。ちゃんとあれだね、この消去法でこいつが怪しいとかなってたから、ちゃんとゲームになってましたね。でも暗闇ガチャ殺しはあれ俺いけると思ってやったけど、やっぱいけたわ。これなんでやったかっていうと、あれ俺が直してる時に殺されてもこれ絶対わかんねえなと思ったんですよ、あれ停電直しの時に。だからこれいけるんじゃないかと思ってやったら、まさにハマりましたね。ユーズ弁当使う機会なかった。まあ確かに最初の会議時刻、確かにでも後半会議時刻になんなかったな、あんまり。なんでだろう、そこは分かんない、なんでか分かんないけど。いやでも面白いわこのゲームマジで。アイミンと、でもアイミンマジで救ってくれたからな。でもアイミンとなんか一番いいなと思ったのは、お互いちゃんとなんか殺すタイミングが被ってて、なんかあれ二人死んでるみたいのができたのはちょっと良かったっすね。片方の死体隠せてるし、通話ありだと弁当使うの難しくない？でもなんかさっきユーズ弁当っぽい発言あったからな、シーラカンスさん弁当使ってたみたいな。ユーズ弁当はさすがに無理だわ。慎重だった、あー確かにね。いやアユグラコンビはあれ良かったな。シーラカンスさんになんかすげえ押し付けたけどね。めちゃくちゃ押し付けたわが、団体行動をあそこまでしてると思わなかった正直。だけどあそこは多少疑われても釣られることはないかなと思った、あの序盤は。なんか多少疑われてもね、だからやったんだけど、あんま良くなかったです今考えると。今考えるとちょっとあんま良くなかったけど、なんか疑われてもそこで釣られることはないし、多分他にも怪しいやつ出てくるんだろうなと思ってやったから。最後なんか勝ち筋、いやなあれね、俺思ったけど無理だわあれ。ちゃんと上手い人はちゃんとなんか3人行動みたいなのを心がけるから、なんかきつかったな。だから停電起こして倒すとか、だから一応最後になんだろう、原子炉リアクターで直させて閉じ込めて殺すみたいのをやったけど、まあ無理だよねあれも。あれも無理ですよね。
ナビゲーションにタスクありますって言って誰か誘ってキルしてリアクター鳴らして死体から話すとか。あーなるほどね。タスク終われば報告して怪しい人と一緒に行動するって宣言した方がいい。あでも今回なんかね、その誰かと一緒に行くみたいななしにしましょうっていうルールでやったんですよ。あそれ放送の中で言ってなかったっけな、なんかあったよねそういうルール。わかんない、放送の中で言ってなかったら多分始める前に言ってた。誰かと一緒に行動しますはなしみたいな。リアクター鳴らすのが早すぎる。ああなるほどね。停電ごちゃごちゃかな。あ開始直後に言ってたよね。インポ側でベントね、俺ねベントすげえ使いたかったんだけど、多分使ったとこでうまく有効に使えないだろうなと思ってちょっとビビっちったわ。雑魚だった。停電って明確な対策ある？いやあれないないっていうか、視界が狭くなるからこのゲームで、まあきついよね。でもインポ側ってあれサミダレさんの言ってることちょっと確かに僕は分かるなと思って、あのインポ側は別に電気消えるわけじゃないから復旧しましたとか分かりづらいんですよね。だからあれちょっとだからサミダレさんが話しすぎたのはあったけど気持ちはすごい分かったわ。今回の設定普段から視野、そう普段からちょっと視野狭い気がした。確かに停電の対策ってわけじゃないけど、インポ側は実はなんかあれ殺すは殺せるけど出現も多くなりそうだなっていうのはありますよね。停電ローニーさんグラさんが参加してくれたことめちゃくちゃ感謝してるぞマジで、いつもありがとうって言っといてくれ。会議ボタンを押せるまで10秒あるから8秒ぐらい待ってリアクターを押すと。ああなるほどね。ああなるほどな。停電はでもあれだよね、なんかその3人一緒に行動しててもさいつの間にかばらけてるみたいなことが起こりうるから、そういう使い方もできるしマジで万能な気がするわ。もっと使った方がいい気がした。まあということで終わりますかね。お疲れ様でした。おつおつのおつ、あれこっから明日の準備しないといけないんだわ。お疲れ。